皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、淵上咲です。今日はね、もうリスナーの皆さんに先にお伝えしておかなきゃいけないんですけども、はい、淵上のクイズがどうやら嘘っぽいっていうことが、うん、判明しまして、あの本番直前にね、スタート30分前にピスタチオが、はい、いやそれ嘘だよ、まあいいけどねって言った問題が出ますっていうことだけ、皆さんにお伝えしておかなきゃなと。そうですね、はい、もう嘘っぽくてもみんな OK を出してくれるというここまで来ました。あれだけあのリスナーの皆さんのメールやファックスに、うるさい俺たちが、はい、これ嘘だろとかって、そうそう、ね、疑ってちょっと嘘発見器的な、はいはい、スタッフに挙手させたりとかして、うん、この話が本当か、はい、嘘かみたいなことをものすごく明確にしようとしている俺たちが、うん、はい、淵上のクイズは今日は嘘です。そうです。嘘かどうかは皆さんでね判断していただければいいと思うんですけど、俺も、ええ、ほら淵上がさ、うん、クイズの問題これにしようと思うんですけどとかって、なんかピスタチオとかさ、はい、馬様とかに話してるのを漏れ聞いた時に、うん、ちょっと聞こえたんだよ、はい、ちょっと聞こえたの、その時に嘘だよって思ったら、ピスタチオがイミジクも嘘だよそれって言った時にあれ、あ、俺はピスタチオのこと今まで誤解してたと思って、ああそうですか、うん、あいつのことバカだバカだと、しかも非常識なやつだと思ってたんですよ。ほら、あら、だってさ、卒業アルバムの、うん、あ、自分と自分の好きな人以外全部黒く塗りつぶしたっていう男です、はい、恐怖の過去お持ちの方です。サイコパスとみんなから恐れられてたピスタチオくんですよ。はいはいはい、あのピスタチオくんは、うん、私は非常識な人なんじゃないかと、一生意見が合うことはないんじゃないかと思ってましたけど、はい、ね、なかなかしないですよねそんなこと。大人になったら俺ジーンときた、ここ数年でもう鼻ツーみたいな、同じ意見横山さんと。いやでもさ、あれなんだよね、うん、あの日曜日のラジオ番組の女の人が言ってましたけど、はい、あの桜のね、うん、花が咲く頃って、うん、なんか入学式っていうイメージがあるじゃないですか、はい、でも本当は卒業式の時に咲いていると私は思うんですよ、ああそんな喋り方でしたっけ、って言ったから、はい、俺まあまあ身内の見たらさ、うん、みんな入学式の時ちゃんと咲いてるっていう、嘘でお前こそイメージで喋ってんじゃねえかよと思いながら、うん、あのほらこの間日本で一番最初に、はい、広島に桜の開花宣言が出たじゃないですか。はい、でその日曜日の、女性がやってる番組、あ、人気ので、あの番組で言ってて、いや桜の開花宣言やってましたけど、うん、あの巷の桜全然咲いてませんよねって言ったけど、はい、それはそうだと思う。あ、本当よかった。あれ標本木がおかしいよね。おかしい、うん、あ、絶対さ今年入れ替えたから、はい、あいつがバカなんだよね、バカ標本木、誰もそう思っちゃいますよね。思っちゃう、だって、うん、広島城のお堀桜の名所だけど、まあ、全然咲いてないからね。そうなんですよ、まあ、チラチラとねちょっと咲き始めてるなっていうの私もちょっと見たりはしたんですけど、はあ、でも本当ほとんど咲いてない。咲いてないよね、うん、あいつバカなんだよ。だから標本木バカ疑惑みたいなのが俺の中に出てきてさ、どうなんだろう、だからちょっと張り切っちゃったのかもしれないですね。そうなんだよ、初めてだから、ほら今まで年寄りの標本木だって言われてたから、うん、俺は今年からだから、はい、フレッシュなところを見せなきゃ、だからカープのルーキーみたいなもんで、仕上がりを急げすぎてんキャンプで笹岡監督とか見てっからさ、うん、かもしれない、絶対だよね。そう、張り切りすぎてちょっと力みすぎてポンポンポンと咲いちゃった。だから咲いたけど周りの桜とかから、おいこらお前どうなっとんやこらおいひょんぼこらちょ怖いこっちとかつって、そうそう、だから夜とかじわーっと言って怒られてるのかもしれない。周りのベテランとかから。いやでもどうですかね、来年もちょっと早すぎたら、うん、ちょっとこれはあれってなりますよね。なるよね。まあたださ、うん、全国的にその後ほら福岡も開花したし、うんうん、はいはい、で東京も開花したから、全国的に今年はそのちょっと暖冬傾向に、うん、あったから、はい、早いのかなとは思っているけれど、うん、まあ、今年から標本木が変わったっていう。で、そう、年齢はさそんな変わってないとかじゃん、樹齢は。あ、そうですね、ね、年寄りさんで。とはいえよ。じゃあリスナーの皆さんにもちょっと問いただしてみますよ。はい、ね、敬老会
に65歳で入りました、はい、一番最初の行事は張り切るよね。張り切る張り切るよね。いや絶対そうだと思う。で65で入ってもさ、はい、80ぐらいのおいちゃんとかからさ、うん、おいおいちゃんとしろ若手とか言われるわけじゃん。そうですよね。でだから63、6歳とか、はい、67歳とかは、うん、65の新人とほとんど変わんないじゃん。周りから見たら、はい、でも本人たちからするとあ1個先輩だとかさ、そうそうそう2個先輩だとかって思うわけだから、うん、先輩が見てからちょっとシャキンとしなきゃと思うじゃん、頑張るじゃん、はい、だから標本木とかもさ、うん、いや樹齢はそんな変わってないですよって言うけど、うん、でも本人たち本木から本木たちからすればさ人じゃないからね、いや、ちょっと俺今年頑張らせていただきますんでちょっと見ててくださいねみたいな、いや間違いない、ちゃんとやれよお前みたいなことになってんだと思うよいや絶対なってると思いますしかも出家園だよ。そう、出家園の桜とか厳しそうだもん、いっぱいいるしみんな多分お年寄り で、シャーンってして、そう他のところの桜とかダラッとしててもいいけど、出家園の桜シャーンって見られますしね、うん、むちゃくちゃちゃんとしとかないと追い出されそうだもん、うん、いや確かにな、頑張ってくれたんだと思うけど、いやだから全然咲いてないの。いやそうなんですいやでも気持ち分かりますよ、私も1年目の時すごい張り切ったもん、はあ、で今ダラッとしてるね、ダラッとじゃないですけど、この間そういえば川村が言ってたけど、はい、いやあの本当渕上ちゃんのあの春のあの花粉って、うん、あのほら去年まで全然気づいてなかったけど、あれさすがに今年のはまずいですよねってごめんなさい、カメラが言ってて、来年とかもああいう時は、はい、4月にあの新しい助手が入ってくるんですよって、はい、その子とかにちょっと連れ帰るみたいなこととかも、やっぱ湯川さん考えた方がいいと思いますよって川村がこっそり俺に言った後にそのメモをポケットに入れてくれた、はい、忘れないようにっつって松田聖子がデートの時するやつそんなそんなことされたんですか。知ってる、松田聖子って、はい、その相手がさお金払いに行ってるとか、うん、トイレ行ってるとかの間にそこの食べたご飯屋さんとかの何かの紙、はい、ナプキンでもいいし割り箸の紙でもいいけど、あそこに、はい、今日はありがとうございました聖子とかって書いてポケットにさって入れておくんだよ。で家帰って、あれなんかあみたいな、いやめちゃくちゃテンション上がりますね、それほれてまるよみたいな話でしょ間違いない、絶対惚れる。それを川村がしたの、え渕上さんそろそろだと思いますって俺のポケットにさってるはぁーと思って、マジでいや惚れない、そこでは気は惑わされないように、やっぱねと思った、やっぱねじゃない怖いよ、頑張ろう。でもう片っぽのポケットに手を入れたら、はい、また髪があっ、え、何だろうと思ったらピスタチオから、俺もそうだと思います、連名また意見があった、怖いよいや気持ち入れ替えてじゃああれですね、標本木さんみたいに、あのさ気持ちじゃないと俺は思うんだよ。何だろう、花粉症だからもうしょうがないんだよね。さあ、まあそうです、しょうがないの、気持ち入れ替えても、ね、ただお前が一切治療してなかったってことが問題だよ。薬を飲んでないとか、はい、点鼻薬すらしないとか、うん、みたいな、一切ノーガード、はい、野生のままやってきたっていうことだよね。いやそうです、私も今考えたら、はい、ちゃんと喉が あなんかちょっと荒れ始めたなって時に、うん、ドロップスとかドロップスね舐めとくべきだったなって今複数ね、だからドロップじゃなくてドロップスよねそうそうそう、たくさんドロップスたちを本当に舐めとくべきだったなとかいうのは後悔本当にしてて、うんうんうん、来年からなりかけたらそうしようとちゃんと今もう学びました、うんうん、はい、俺さ週末確定申告しなきゃいけなかったのね、でレシートとかさ領収書とかさ、はい、なんかいろんなものをまとめてたの、うん、で税理士さんに出すんだけど、はい、1月分とかさ2月分とか3月分とかをホルダーにまとめて、うん、で税理士さんが作業しやすいように、で今年はさコロナの影響もあって、はい、確定申告が伸びたんだよね。あーそうなんですね。そうなの、期間が、うん、だからちょっとダラダラしてたの、あーとかって思ってて、はい、で机の上とか整理してたの、たら淵上が入社してすぐの、はい、タイムテーブル出てきたの。あ淵上咲徹底解剖ってありました、作っていただきました。淵上の顔がさアップになってて、はい、でタイムテーブルバッと入れると、うん、淵上の全部が書いてあるの、いろんなことが、はい、もう本当個人的なことから、うんうんうん、プライベートなことから、あすごい良かったんだよね、はい、すごい嬉しかったです。そこに淵上が私の誇らしいところ、うん、体の部位で、あなんだろう、
鼻って書いてあった。その鼻がダメで今年使い物になってないわと。確かに間違いない。俺爆笑言うね、こいつ鼻って書いてあった。そう、でも自分の鼻好きなんですよね。あ、鼻毛がね絶対見えない形になってるんですよ、私の鼻は。本当にこれは自慢なんです。いいでしょ、鼻くそも全然大丈夫ってことでしょ。大丈夫です、大丈夫です、ね、だって本当だったらすごい入ってるもんね、鼻くそ。いや、違う、詰まってるかもしれないけど見えないからね大丈夫なんですよ。はい、肛門と一緒だよね。ええ、いっぱいついてても全然見えなくなってるじゃん、肛門って。あ、ね、まあね、そうですね、まっすぐしてたら分かんないじゃん。と一緒だよね。そういうことです。鼻毛が一切見えない鼻、鼻、そうなんですが自慢、自慢なんです。それ以外ないから自慢。お前その鼻がダメで今年どんだけみんなが苦しんでるかと思いながら。いや、本当に申し訳ないですが爆笑でしたけど、はい、あのリスナーの皆さんからも、うん、今日もね朝からたくさんの笑えるものから泣けるものまで、いろんなメッセージをいただいてますけども、そうですね、福山の舘ひろしからね、はい、昨日3月15日月曜日に中学生の息子の卒業式がありました、はい、今回のために三つ揃えのスーツを新調して臨みました。お、3年間いいことばかりではありませんでしたが、うん、こちらが思う以上に成長してくれた姿を見て、はい、考えもひとしおでした、うんうん、さらに仲間との別れが辛くて号泣している息子に、はい、たくさんの仲間が慰めに来てくれている姿を見て、うん、こちらも号泣してしまいました。まあそっか、うん、きっとね仲いい友達がたくさんいて、うん、いい学校生活を送られてたんでしょうね。そうだね、うん、でも福山の舘ひろしはね、卒業そして入学にまつわる出来事は、はい、今日は FM の方があのファックス募集してたから。あ、そうですか。うんうんうん、グッチャーの方がテーマが卒業と入学だったから。あ、まさにそうなんですね、うんうん、だからこれ、このまんま FM 送ってみたいです。いや、向こうでも読まれる。ちょっとじゃあ皆さんにね確認していただいて、ぜひ2つも美味しいと思うから使ってもらえると思うよ。かもしれないですね、うんうんうん、じゃあもう一つちょっと FM に送れば、お前様とかに出してたリスナーが、はい、あっちいっぱい流れてるからさ、仲間いると思うから、いやこっちにも来て。こっちに一点集中でお願いしたいんですけど。あと勝太郎さんもですね、はいはい、昨日は娘の中学校の卒業式でした、うん、コロナ禍のため来賓の挨拶などを省いた短縮した卒業式で、卒業証書は各クラスで担任から渡してもらう形で行われましたが、はい、それでもやはり卒業式ができるということは卒業する我が子にとっても親としてとっても嬉しいことでした、うん、上の子の時には各クラスで最後のホームルームで親への感謝を述べた映像を流すという演出があったんですが、はい、今回はそんなこともできなかったため、卒業式の受付の時に先に我が子が親宛に書いた手紙を受け取るという形でした、うん、式の前にその手紙を読んだのですが、式が始まる前に泣きそうになりました、はい、改まって我が子に感謝を伝えられることってなかなかなくていいものですよね。そうだね、本当肝とかで、はい、そんな時しかもらえないしね、うん、そうですね、うん、ですごい頑張ったじゃない、お互いに。そうです、親も子もね、支え合い、はい、ね、だからある意味子供の卒業式は親の卒業式でもあるじゃない、うんうん、よく言うじゃん、あの誕生日の時さ、はい、あの親がさおめでとうって言ってくれたら、うん、ありがとうってちゃんと言うんだよって、はい、あとはそれこそ産んでくれてありがとうの日だから、うんうん、みたいなことを分かっとかなきゃダメだよっていうのと一緒で、はい、ね、そうするとやっぱ一緒泣けるよね。ですね、いや、うんうん、私も覚えてます、はい、あのお母さんに手作りの人形を、うん、あの授業で作ってプレゼントしたんですけど、はあ、手紙と一緒に、ものすごい恥ずかしかったの覚えてます。あ、私も親のために卒業式の時、はい、みんなで藁人形とか、藁人形を、うん、言ったりとかして、あんで、うんうん、で帰り電柱にこうすごくやっぱりそうする、くらーくらーって、誰の何の恨み。あとさ、その日曜日の番組 で、 なんですか、ファンキーモンキーベイビーズの卒業のソン、卒業ソング、はい、桜っていう歌かけました、もう一番かけたい曲なんですよって言ったけど、俺は全然何も来なかった、やっぱ世代なんだね。そうなんですよ、うん、なんだこの歌と思ったけど、嘘、いや本当世代で、私はドンピシャだったんですけど、おうおう、やっぱちょっと上の方とかもうちょっと下の方に聞いたら、私はもうファンモンは全然だった、そう、ね、もうなんかさ、あのこれ見よがし的な歌詞がいっぱい、そう思いますか、おうおう、もうまっすぐすぎて、はい、やっぱなんかそこはかとなくその隠してありますみたいな感じのが、俺たちだって
卒業の歌とかだったら、まあ、リスナーの方もいっぱい、はい、あ卒業の記念の歌、ね、俺たちも送る言葉、はいはいはい、武田鉄矢さん、クデダドゥブバディドディダディトタレドダカってやつね。鼻詰まってるんですか。花粉症だったんで年中。あそういうことですか。あとはね、うん、斉藤由貴さんの卒業、ダラレレ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 レンテンテンテレレ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 ンテンテン、制服と下のズボンを下級生たちにねだられて、いやじゃあパンツで買えるのかよこれみたいな、あれ第二ボタンとかじゃなくて制服の袖のボタンを、で袖の方かよ第二ボタン、袖はそんな大したことないわ。懐かしい、第二ボタンとかありました。私もありました。俺中学3年生の時に最高にモテたのね、はい、最高にモテたの、応援団長とかやってて、で、制服のボタン全部取られたの。素晴らしい。で第2ボタンだけ、はい、本当に当時付き合ってたみゆきちゃんのために取ってたの。おでその話を大人になってみゆきちゃんにしたら、そんなことがあったかって言って言われるいいですね、大人になって語れるのその時の話。そうなの。懐かしい。私も一ここだけ第二ボタンは多分今も家にあります。へー、1個だけあります。いつの時のやつ。もう中学校の時です。中学3年生の時、まあ、当時お付き合いしていたから、私は恥ずかしくて言えなかったんですよ。第二ボタンちょうだいしたら、あの卒業式終わって帰り道一緒に帰ってる時に、なんで言わないのって怒られて。向こうから。向こうから。おうおうおう。で、おいちょっと鼻詰まり怖いよこら。鼻詰まってたかもしれないその時は。花粉の季節だから。で渡されたボタンが、まだ向こうがくれたの。向こうが。お前がねだったんじゃなくて。はい。なんで言わないのって言って怒られて、おうおう言ってほしかったのにっつって、おうおう、はいと渡されました。はい、股間のチャックの中入ってるから取れとかって言われた。大ボタンが。恐ろしいですね。よくそんなことを中学生で考えつくもんだと思いますけど。でも思い出いっぱいあるよね。ですね、学校、中学校卒業式はね、うんうん、まあ、これから入学式もありますけど、はい、まだ新しい出会いがね。そうだね、うん、あとさっきそのリスナーの方が言われてたけど、はい、今年も春の選抜がありますって言われると、去年なかったからさ、うんうん、それ考えると、あできるんだねと思うし、はい、卒業式も去年なかった生徒たちいっぱいいるから、うん、あそのスクショでもできてよかったねとか、うん、あと本当に卒業式とか運動会とか入学式の来賓の挨拶とか議会議員の挨拶がいらねえからなって本当思うよね。いや選挙活動来んなやとかって、子供の頃から思ってたね。誰なんやこいつらって思ってたよね。話が長い人は嫌でした。でもあっていうか、この人が誰か分かんないっていうことです。まあまあそういうのもありますよね。ね、確かに。だけどまあそのできることへの感謝みたいなのは、うん、本当にあの去年一昨年みたいなことで言うと、はい、2年前には感じなかった感慨とかさ、うん、そうですね、去年を経て感じられるようになったことっていっぱいあるような気がするからね、はい、なんか本当なんかコロナが来てからありがたいなとかって、うん、思うことが増えたよねとかって思うので、はい、リスナーの皆さんもぜひね、あの我々にありがたいなと思いながら聞いていただこうそんなありがたみなる放送一個もしてない鼻詰まりの話しかしてない。では行きましょう、御前様様今日のメニューです。10時20分頃からはレギュラーコーナー、御前様様商品開発部、センス抜群でちょっとおしゃれでトンチの効いた商品のネーミングを考えてもらうネタコーナー、 What's your name?です。はい、ということでリスナーの皆さんには新しい商品を考え出していただきます、はい、でこの商品がどんな商品なのかを説明した後に、この商品の名前はでオチをつけるというネタ企画コーナーですけれども、はい、今週もリスナーの皆さんをあっと驚かせわっと楽しませる、うちのディレクター陣が作りました、はい、例文というのを準備させていただきましたので、一体どんな新商品なんでしょうか。 What's your name? 例えば子供の頃はすぐにかさぶたになって傷が治っていたのに、年を重ねると傷が治りにくくなったなぁと皆さん感じませんか。はい。そんな方のために新商品を開発しました。この油分たっぷりの塗り薬を傷口に塗れば、すぐにかさぶたを作って傷の治りを早くしてくれます。うん、それはもう手品のような治り具合ですよ。その商品の名前は
What's your name? 油かさぶた。楽しい響き。でも医療商品とかいったさ、はい、ものがふざけた名前だと嫌だよね。そうですね、本気でこっちは困ってるのにって、うんうんうん、ちなみに今俺これ本当でも必要としてて、はい、俺今日小指に絆創買ってんのね。本当だ、なんで？風呂掃除してたの、はい、で風呂掃除してる時ってメガネかけてないのね。あ、でこうやってギューッギューッて拭いてたら、はい、あのお湯がコーッてお風呂で出るとこあるじゃん。あー、うんうん、あそこの手前をキュッ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 って打ってたら指をカーッって打ってた、いってってなって、ないよ、小指の爪が割れたの、いって。もうなんか先端の出来事って本当痛い、指先とか切ってってなってもんどり打ったけど、風呂は掃除しなきゃと思ってるからキュッキュッキュッってやってるうちにどんどん風呂が血だらけになってる。うわー、いって泡がどんどんピンク色に染まっていくっていうか血が出たの。うわ、油かさぶた。いや、欲しいね。はいはい、塗ってほしいです。塗ってほしい。痛々しい、ほんと痛い。それでは、ワッチャーネーム、もう一つ。絵を上手に描きたい。そんな方におすすめの通信教育のご紹介です。はい、このセットで、絵を学んでいただくと、あの、ラッセンに少しだけ近づけるんです。担当の先生は、カニ、クリ、ウス、ハチ、牛の糞というサルカニ合戦にも登場する個性的な先生が揃っています。サルカニ合戦に登場する先生が教えると少しだけラッセンに近づける、その商品の名前は What's your name? わずかにラッセン。サルカニ合戦風に言ってくださいっつって、はいはい、わずかにラッセン、わずかにラッセン。わ、でもいいですね、ラッセンに近づけるんだったら。うん、ラッセンにだけしか近づけないでしょ。他の画家さんとか無理なんでしょ。無理だと思います。うん、俺はもう本当広山形なんですよね。広山形がいい。あ、そうなんですね。うん、ラッセンに、あ、なるほど、ラッセンに近づける、ラッセンより広山形がいい、いいなんですよね。ラッセン、そっちのラッセンじゃない。すいません、話がちょっと脱線してしまう。今日はどんなネタが届いているのかお楽しみに、はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議、今週は鳥よ鳥よ鳥たちよをテーマにお送りしています。では昨日のボツよりということで、兄はクワバルコンビにメールを出したにもかかわらず残念ながらボツとなり、我々横山淵上コンビに呼ばれてしまうというがっかりな方をご紹介させていただきます。お願いします。ラジオネーム黄昏たい犬、がっかりです。聞いたことないメールです。僕の友人は鳥嫌いで、スズメやハトが寄ってくるとダダダダダダダと走って鳥を強制的に逃がします。あ、はい、僕は鳥好きなので、うん、かわいそうだなと思います。あ、終わり。あ、そうなんですね。あ、へえ。友達が鳥が好きとか嫌いとか知らないよね。知らない。ただ鳥が寄ってきたらうんとか言って、あーバーって飛ばそうとはするよね。うん、鳥嫌いな人は会ったことはあります。うん、ああ、うん、じゃあピスタチオが鳥が好きか知ってる？知りません。知らないよね。馬様は？ね、うん、知りません。俺は知らない。知らないよね。友達が鳥が好きかどうか知らないよね、基本的には。 ね、 すごいよね。僕の友達は鳥が嫌いなのでっていうめったないよ。その方は鳥が好きなんですね。じゃあ他に好きなものとかも知ってるのかと思うね。確かに。彼はって実はシマウマが好きでいやでも改めて自分が鳥が好きなのか嫌いなのかということもわからないから、うん、分かちょっと聞かれても若い、答えにくいよね。答えにくい、考える機会になったかもしれないですね。ということで今週の会議のテーマは鳥よ鳥よ鳥たちよです。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様火曜日、
では行きましょう。朝の運試し、午前様クイズ。クイズの正解者の中から抽選で3人の方に午前様様クリアファイルをプレゼントします。応募の際には、クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。ほんとね、わずかのたったんだけどジングルの間に、確かにね、横山さんが言うみたいに自分が鳥が好きかどうかもよく分かんないですよね。いや、分かんない、考えたことなかった。だよなって言いながらツボに入って、分かんないよね。それでは今週の午前様会議のテーマ、鳥よ鳥よ鳥たちよにちなんで、今日は淵上岬問題です。はい、お堀で、うん、最近鳥、これ嘘ですからね。違うよ、もう嘘ですからね。そう思って、そうやって思って聞いてもらわないと。じゃあもうどっちでもいいですけれども出しますよ。会社から家に帰るとき、はい、お堀あたりで鳥を見かけたんです。はい、これは本当に見かけたんですけど、ちょっとそれで嬉しい気持ちになったというか、なんか珍しい場面に遭遇したというか、はい、おーってなったんですよ。うん、さて一体どんな場面に遭遇したんでしょうか。鳥を広島城のお堀のところで見た。そうです。はあ、はあはあ、ねえ、嬉しい、なんか嬉しいなって思った。それで。その鳥の、うん、羽が七色だった。あ、すごい。すごい、なんか、レインボーマン、レインボーカラーだった。はあ、はあ、嘘ですよね、それ。いないもん。クジャクでもなかなか、うん、そんな綺麗なレインボーではない。広島城のお堀で、はい、広島城の城主と同じ格好の上下、服を着て飛んでた。広島城の警備を担当してた。はい、あら、いそうですよね、うん、そういうの。刀を刺してた。へバタ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 って言った。甲冑で。うん、えらい低いな飛び方かと思ったら、いや、服が重たそうみたいな感じで飛んでた。飛べるだけでも褒めてあげないといけないですね、重いから。あ、嘘ですよね、それで。まあでも答えが今日嘘だからな。ね、結局面白いのが欲しいだけって感じ。いやいや。広島城に対して敬意を持っていないような素振りの観光客に糞をひたすら落とし続ける。いや、でもそんな鳥がいたらちょっとね、いいですよね。敬意払ってないわけですもんね。うん、そう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 。なんだよ、これとかって。はいはいはい。ちっちゃいなとか。ええー。あとこれあれでしょ、本ちゃんのやつじゃないでしょとかっつって文句言ってる人はいはい、はい、とかにもう糞をすっごいプリプリ、うん、プリプリってもう飛びながらすっごいプリプリってもうずっと、いいですね、世の中にそういう鳥がいたらだいぶ平和になると思いますよ。本当にさあ、はい、淵上岬は、RCC のすぐ横の広島城のお堀、はい、お堀のところ で会社から家に帰るときに、うんうん、鳥に会ったんですが、あ、鳥人間ね、鳥人間に会いました。鳥人に会いました。鳥に会いました。その時にちょっとおっとなる出来事がありました、はい、それは一体どんな出来事だったでしょうかというのが問題です。はい、ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net、小文字で gozen@rcc.net。 車を運転中の方は必ず安全な場所に車を止めてからお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから、私の日常に起こった事件を描く火曜の朝のミニドラマ、火曜サキペイス劇場。さあ、今週一体淵上並みにどんなことが起こったんでしょうか。それは先週の出来事でした。おはよう。いやー、今日は天気もいいし爽やかな朝、あー、花粉さえなければ最高なのにな。さて、今日の朝ごはんは目玉焼きだ。おい、ギタロー、 V6 が解散するらしいぞ。って目玉親父ちゃうやろ。目玉焼き、しかも V6 は関係ないわ。そのネタも関係ないわ。じゃあ、いただきます。今週は何が起こったかわからない。口内炎にしみれー。
今週の事件をご紹介しよう。はい。朝ごはんに目玉焼きを作った淵上咲。はい。しかし目玉焼きを食べようと口に入れてびっくり、口内炎にしみるっす。この痛さ簡易12回で言うと紫。はい。舌の先に3つも口内炎ができたけど、それを感じさせないトークでお送りします。事件。そうなんです。花粉症の淵上口の中も大変です。そう、まさに本当にそうだったんですよ。そして能君、口は災いのもとで大変でした。そうですね。僕らも勉強します。はい。放送時みんな勉強します。間違いありません。その通りです。口は災いのもと、災いのもとです。本当に今日もお昼11時40分まで生放送でお送りします。さて、広島市中区元町上空ですけど、厚めの雲に覆われてますねと、はい、広島空港がある本郷にも、灰色の雲来てますねということですけども、今日は下り坂になるんでしょうか。聞いてみましょう。音富士さん。はい、おはようございます。おはようございま す。今日はどっち側になるんですか。はい、今日はこのすっきりしない空模様がずっと続きそうです。ほいほい。というのも日本海の低気圧から伸びる前線や大陸から伸びる前線が近づいています。すでに現在北部を中心にあちこち降っていて、このあと昼前後南部でも雨が降り始める見込みです。はい。ただ広い範囲で降るという感じではなく、あちらこちらで降る感じですので、昨日の予報よりも雨の降り方が弱まってきました。はいはい。ですので今日は折りたたみ傘くらいでもちょうどいいのかなと思います。でただ日中日差しが少なくても気温はそこそこ上がりまして、全域で15度から16度ぐらいの予想です。はい。最近の雨が降った割には気温が高めなので、そこまでひんやりしないかと思います。で雨は夕方頃には止んできますので、夜は晴れ間も見えそうです。ほう。ただ夜になると、北風がに変わってきますので、帰りは少しひんやりするかと思います。はい、はい。あと今夜から明日朝にかけては黄砂が飛んでくる予想があります。いや、中国の映像見たけどすごかったね。すごかったですね。すご、県内に来る頃、オレンジ色だったよ。そうなんですよ。県内に来る頃までにはだいぶ薄まってるとは思いますけれどもね、念のため気をつけておいた方が良さそうです。はいはいはい、はい。この先ですけれども、コロコロ天気変わって、明日明後日は天気が回復して晴れそうなので、はい、まあ、ファンモンの桜がね聞けるような青空が、広がりそうです。いい曲ですよね。待って、音富士はファンモンの桜が好きなの。ファンモンの桜好きですよ。ファンモンの解散コンサート行くぐらいチケット取ってたのでね、それぐらいハマってました。取ってたけど行かなかったの。ちょっと、ね、記者をやったので、ちょっと殺人事件が起きて行けなくなっちゃったんですけれども、記者の仕事が入っちゃったんでね、行けなくなったんです。あ、なるほど、はい、殺人事件を起こしてしまったのでって言われたから、どうすればいいんだろうって起きてしまったんですね。そう、事件の取材に行かなきゃいけなくなった。ごめんなさい、ちょっとあんまりそうシビアなこと言いすぎた。びっくりした今。そこでカミングアウトって、はい、口は災いのものかと思った。それで1週間休んでたのかと思ったんだよ。そういうことで仕事が入ってしまった。あ、よかったよかった。でもそれぐらい好きだったので、うん、ファンモンは大好きです。もうちょっと天気下り坂になるぐらいのテンションも下がりくる。失礼しました。で次の雨金曜土曜ぐらいになりそうですので、そこは雨降りそうです。で晴れてる日は20度ぐらいまで気温が上がって暖かくなりそうです。はい、はい、わかりました。まあ黄砂とね、不安がやってくるってことですね。今何か目立った警報や注意報は。はい、現在注意報発表ありませんので、いや折りたたみ傘持つようにしてください。はい、わかりました。じゃあ、はい、降っても夕方ぐらいには止むって感じなんですね。そうですね、帰りの傘の置き忘れもご注意ください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。天気予報は音富士さんでした。いよいよ明日から春のお彼岸ですね。暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもので、日増しに暖かく穏やかな季節となってきました。春を喜ぶ気持ちが強いほどに、今こうしてあることのありがたみが実感されて、それがご先祖様に対する感謝にもつながっていく。お彼岸って自然な心の流れなんですね。そんな気持ちを託すお線香ですから、しっかり選びたいもの。選ばれる品質、日本香堂のセイユンバイオレットです。煙の少ないお線香のトップブランド。爽やかなフローラルの香り。お彼岸のお線香はセイユンバイオレットをどうぞ。お便り様様。このコーナーは日本香堂の提供でお送りします。
この方、おかげさまさまさんからは、今朝ゴミを捨てに家の近くにあるゴミ捨て場に行くと、反対側から近所の方がゴミを捨てにやっていらっしゃいました、うん、互いにおはようございますと挨拶を交わし、二人でゴミ捨て場の扉を左右に開き、ゴミを置いて二人で同時に扉を閉めました、はい、最後はありがとうございますと言い、その場を離れ、とっても気持ちよくなりました。うん、うん、そうだね。俺も今日プラスチックゴミ捨ててきましたけど。おお、そうですか。はい、あのなんか朝、その自分のマンションとか、うん、ご近所の女性の方にお会いした時にどうしていいかちょっと悩むよね。ああ、の顔隠されたりとかすると、あ、すっぴんなんだろうなとかって思ったりもするから。確かに、なんかこう、あ、おはようございますっていうよりも、あ、なんか、あ、おはようございますみたいな、なんかちょっと大丈夫ですよみたいな、大丈夫ですよみたいな雰囲気を出してあげた方が安心するのか、はい、どうなのかだよね。難しいですね。私もそういう時あるんですけど、うん、いや、確かに顔隠したいなと思って出てます、外に行く時だよね。うん、でも挨拶はされても、まあ悪い気はしないですもんね。うん、でも難しいな。がっつり見られて求められてもってちょっと思うでしょ。しかもさん、しかもさん、どうもおはようございます。どうも見てますよ最近あれ。いやいや、困る困る。うん、あと番組もすごい聞いてます。ありがとうございます。ちょっとあれ見ました、見ました、ラーメンの、ラーメンの、ラーメン見ました、ラーメン、ラーメン、ちょっとその時と顔が、ラーメン大好き小池さんみたいな、髪の毛小池さん、今日は小池さんの感じしてる。いや、まあ、ちょっと整えてなくて。あ、そうなんです。あの、あ、スピンですか。ちょっと、喋、喋っとっていいですか。喋、今はちょっとすいません、あの、ハッシュタグブス、ブス、ハッシュタグブスで、うるさい静かに帰る。ちょっと今日気を使うよね。そうなりますね。嫌、ね、ですね。確かに、ね、話しかけられたら、うん、ちょっと内川さん、プラスチックゴミで一緒捨てていいですかみたいな。いや、ダメ。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじ饅頭の錦堂の提供でお送りします。さあ、今日紹介するのは広島市立瀬野小学校1年生の杉浦かのさんの作文です。タイトルは初めてのたこ揚げ。初めてのたこ揚げ。瀬野小学校1年杉浦かの。お正月にお母さんにたこを買ってもらいました。すぐに棒を入れて紐を調整して組み立てて、お父さんと公園に行きました。私は初めてたこ揚げをしたので、すぐにバサバサっと落ちて、最初はうまく飛びませんでした。そこでお父さんに途中まで揚げてもらって、揚げ方を教えてもらいました。何回か通訳したけど、最後には長く飛ばすことができるようになりました。高く飛んだタコからバサバサ音が聞こえてきて、すごいな、面白いなと思いました。梅を見つけすぎて首が痛くなったので帰りました。タコ揚げはとても楽しかったので、毎日やりたいなと思いました。あ、懐かしい。タコ揚げの思い出が、うんうん、あのカノさんの作文ですごい蘇ってきて、はい、うわ、タコ揚げ久しぶりにやりたいって気持ちになりました。あ、俺の車のトランクに2つも3つも入ってますよ、タコが。俺趣味タコ揚げなんですよ。え、そうなんですか。初めて知った。俺いろんなとこ駐車場、人がいないとこ行ってタコピューってあげて、グーグーグーってカーって巻いて帰ってきたんです。達人並みにできる。あ、でも、はい、今ほらゲイラカイトっつって三角形のタコは、はい、あの風が弱い時はここの穴、強い時はここの穴っつって上がり方が変わるの。あ、そうなんですか。うんうんうん。でもお父さんとこうやってたこ揚げの記憶とかがあるのっていいよねとか思うよね。そうですね。お父さんもね、きっと嬉しい、楽しいですね。あと上を見すぎてて首が疲れたので帰りました。そんなことはスカイツリーとか行けないぞとか東京とかもっと高いのいっぱいあるからなとか思うよね。そうですね、いつか行ってほしい、はい、いやでも1年生があんだけ文章書いて、うん、あんだけ作文読むすごいなとかって思ったので、はいはい、書くことも読むこともぐんぐんタコ並みに上がっていってもらえたらなと思います、うん、今日は広島市立瀬野小学校1年生の杉浦かのさん、初めてのタコ揚げお送りしました。明日は福山市立松永小学校3年生の浦瀬英太くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議。
今週は鳥よ鳥よ鳥たちよでお送りしています。はい、ラジオネームスナッピーさんから、たまに空を見上げると鳥の群れが飛んでいるのを見ることがあります、うんうんうん、先頭を飛ぶ鳥の左右から少しずつ後ろを逆 V の字になって、整然と並ぶ鳥たちを見ると、はい、あのポジションはどうやって決まっているのかなとか、1羽くらい列を目指す鳥はいないのかなとか思いながら、うん、ずっと見てしまいます。わかる、うん、あの V の字になって、ね、はい、あ、ブルーインパルスと思う。本当、あ、確かに本当もね、夕方のカラスとかそうですよね。うんうん、すごい。ね。あとさ、奴らは、渡り鳥とかは、俺よく言うんだけど、加えてんの、木を。はい。で、疲れたら、川とか、海とかに、その木を落として、その上で休んでるんだぜ。すごくない？すっご。鳥ってすごい生態ですよね。うん。いろいろ。でも寒いから鳥肌は立ってるんだって。生活堂ラジオショッピングの時間です。この時間は生活堂から機能性表示食品記憶の森のご紹介ということで、斉藤さんよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。横山さん、淵上さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。さて今日はですね、記憶力が気になってという方へとっておきの商品のご紹介です。ラジオネームおじゃまパジャマさんから、はい、日曜日にはもう雪はないだろうと思い、スタッドレスからノーマルタイヤに交換しました。はいはい。手動でジャッキを上げてやったんですが、うん、2日経った今も筋肉痛です。楽に上がれるやつを来年までに買おうかなと思いました。ああ、そうですね。それ買うんだったらもう業者さん頼むっていう方が僕はおすすめですよね。ああ、そうなんですね。へえ。お金かかるんですか？でも業者さんに頼んだら、うん、かかると思いますね。あ、そっか。タイヤの交換ですからね。やっぱかかりますね。なかなかそのただでそれをっていうことやってくれるとかないですよね。最近自転車のさ、はい、空気入れるのも1回50円とか取るとこあるよね。私ただで入れてもらってますよ。はい。それ困るな。結構な頻度ですからね。それチューブかと。そうなんです、そうなんです。もう破裂しそうですよって言われて、タイヤ交換お前が必要なんじゃない。私必要です。ニュースです。午前様様。さあ、ということでいよいよ、今週土曜日、はい、3月20日に迫りました午前様様オンラインイベント春フェス。先週お笑い芸人のチョフチョフミーの、はい、バチョフ出演について情報を解禁いたしましたけれども、うん、おかげさまで、はい、わずかながらの反響を、いやいや、たくさんの反響がわずかながらの反響だったということですよ。ちょふちょふぐらいの反響をいただきました。でここで、はい、オンラインイベントゲスト第2弾の発表です。姉妹デュオメビウス。欲しいならさしよけましょう、いらないなら。ということで、はい、午前様様オンラインイベント春フェスですけれども、熊野町の自宅に完成したばかりのスタジオからこけら落とし公演として、うん、春らしい素敵な演奏を午前様様のオンラインイベントの中でメビウスが披露してくれるということで、はい、楽しみです。はい、そうだね。はい、このカメレオンナ本当に好き。そうですね。はい、私あのクリスマスのミュージックソンでお会いして以来、はい、初めてお会いするので、はい、久しぶりに、はい、一緒にサックス吹いたりしたよね。そうなんですよ、させていただいて贅沢な体験をいろいろやったよね、メビウスとね。はい、そうなんです。あの夜中、はいはい、の真夜中様様でご一緒させてもらって。そうだね、オンライン越しではありますが、はいはい、画面越しでお会いできるのすごく楽しみですね。はい、メビウスも気合が入ってるらしいので、はい、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。はい、それからですね、うん、参加者全員にプレゼントする映画チケット型オリジナルステッカーについてなんですが、参加予定の皆さんの中にはステッカーってどうやって届くのと気にしている方もいらっしゃると思います。はい、改めてですね、住所を確認させていただくメールが
届きますので、そちらをお待ちください、はい、住所の確認ができた方から順次郵送作業に移りますが、到着はオンラインイベント終了後になると思います、うん、ですので今しばらくお待ちください。はい、ということで午前様様オンラインイベント、現在お申し込み多数につき、うん、定員の300人も上限を上げて、そうです、参加を今受け付けているということなので、ぜひぜひ皆さんも参加していただいて、まあ、またとないチャンスみたいな感じでもあるの で、ね、夜9時から、はい、11時まで、うん、2時間深い、なかなか深い時間ですよ、はい、ねえもう本当全員が上半身裸でやるっていう意気込みで、ふんどしでやりますから、あ、意気込みでね、うんうん、はいはい、やりますね、意気込みだけはそうですね、はいはいはい、でこれねオンラインイベント、はい、猫耳親父からね、はい、今週末はいよいよオンラインイベントですね、うんうん、一応 Zoom のアプリをパソコンに取り込んではいるのですが、はい、未だに一度も使ったことがないのでうまくつながるか不安です。そうですね、土曜日をワクワクしながら待っていますよと。うん、オースの旦那さんからも、うん、午前様様オンラインチケット、オンラインライブチケット購入させていただきました、はい、とても楽しみですが、このようなチケットの買い方が慣れていないもので、うん、手元にチケットの実物が何もないと本当に手続きできたのかなって不安にはなっております。なりますよね、うんうん、でも全部今そうだもんね。まあそうですね、それこそ Zoom とかでも、うん、こうやって俺たち売ってっけど、俺も家でズームで何かに参加しなきゃいけない。で今週末とかもさ、はい、21日かな、うんうんうん、あの映画彼女は夢で踊るのズームの舞台挨拶でまた名古屋で上映が決まったりとかして、はい、今まだ日本中再演みたいな感じですごいいろんなところでやらせていただいていて、はい、おかげさまで、うん、で名古屋の舞台挨拶出なきゃいけないんだけど、家でズームで出るじゃん、はい、だ必ず繋がるかなと思うもん。そうなんですよね、ちょっと不安になったりもするんですけど、うんうん、私も実はあの知り合いが、はい、あの参加してくれるということなんですけど、メールが届いて、まあ、あの見せてもらったんですけど、うん、あ、これだったらまあ当日ちゃんと届くから大丈夫そうだなっていうのは思いました、はい、うん、なんかメールに沿ってやっていけば大丈夫なんじゃないかな。あとさ、なんかこの間さ、今ロッキーがね、映画、はい、が公開されてから35年か40年かなんだよ。おお。それで、はい、なんかロッキーのなんかスペシャルグッズみたいなの販売してんの、うん、ですっごい欲しいの。もうなんかボッコボコに殴られたシルベスター・スタローンの顔のお面みたいなのがあったりとか、はい、あとロッキーがアポロと戦う時に着てた、はい、そのリングコートみたいなやつが売ってたりとか、もうすごい欲しいもんがいっぱいあるの。はい、とともに戦場のメリークリスマスって大島渚さん、うんうん、あのデビッドボーイとか坂本龍一とかビートたけしさんとか出てた名作があるんだけど、うん、のなんか新しいグッズみたいなのも販売が始まって、はい、で俺はそれは買ったの、はい、ですごい前に買ったの、うんうんうん、であれっていつ届くんだったっけと思って急に不安になってお金払ったのに。ああ、はいはいはい、数ヶ月ぐらい前とかですか。いや、ま、そんな前じゃない、うん、先月ぐらいかな。ああ、なるほど。あれ届いてないよな、とかって思って。うん。で、なんかこう、申し込み確認書みたいなのを、メールでチェックしたの。う、は、ん、い、うんうん。だから、発送は4月上旬から中旬って書いて、あ、そうか、相当後なんだ、と思って。そうですね、うん。確かに。でもちゃんと届きますもんね、それって。ね、そうなんだ、そうなんだ。ドキドキしちゃうよね。ドキドキしちゃう。わかる。今、インスタグラムで服が買えるんですよ。はい、私はそれを買ったんですけど、うん、発送に30日、はかかります。10日から30日かかりますって書かれていて、うん、今日が30日目なんですよ、はいはい、いや今日発送できましたってメールが来るのかどうなのか、うん、めっちゃドキドキ、うん、そうだね。俺がちょっと前にみんなに言ったけどスラムダンク全巻っていうのを俺買ったのね、はい、大人買いした時も、うん、これヤフオクで買ったんだけど、うん、もうお金払ってんのに、はい、払った先から一切連絡がないの、で4日目ぐらいにさすがにどうなってますかねみたいな、うんうん、ちょっとメールを出したの、はい、だからなんか出品者のところに、連絡は1週間以内って書いてありますけどまだ1週間経ってないですよねみたいなのが来て、ちくしょこいつから買わんときゃよかったとかって思いながらそうですね、うん、ドキドキさせなかった払ったら思うよねすぐ来てほしいですよね、実体がないやり取りって本当に不安になります、ね、いやそうだよね、うん、でも払ってすぐに発送しましたとかって言われたりするとラーメン屋さんの今出ましたみたいな嘘だろみたいなちょっと早めに言ったでしょって思ったりします、ね、うん、あとツイッターとかをポッとアップした瞬間にいいねって押されたら読んでねえだろバーカわかるちゃんと読んでほしいのにそう思ったりします、ね、すごい考えて文章書いてるのに、はい、パッて作ると
くそこいつ調べてこいつ読んでねえやつブロック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 、うん、もう日本代表のバレー選手っていうぐらいもうブロックブロックってもうすっごいアタック打ちまくられてもブロックしまくり好きが高じて嫌われるって人いるからね。そうですね後からちゃんと読んでくれてるかもしれませんがね好きが高じてということで言えば、ラジオネーム山ちゃん、うん、からね、おはようございます。おはようございます。クイズの回答を送るのは本当に久しぶり。あ、で実は午前様様も今日が久しぶりなんです。わー、ありがとうございます。やっぱり朝から元気がもらえますね、うん、最近ふさぎ込むことが多かったので久しぶりにいっぱい笑わせていただいております、はい、やっぱりラジオっていいですね。感謝の気持ちとともに襟を正して拝聴いたします。あー、ということで、嬉しいですね。なんでずっと聞いてなかったかの理由がないんですよねまあ確かにね、うん、ちょっと気になったりもしますがずっとできれば聞いてほしいですけど ね、いや、うん、今さ俺毎朝伊集院光とラジオと聞きながら来てたけど、はい、先月ぐらいからかな、うん、やっぱほら桜の開花があったりとか花粉の情報があったりとか地元の情報とかも知りたいじゃん、はい、でおはようラジオとか聞いてるとさ、うん、意識しちゃうからさ、あ、今 FM 聞いてるのね、はい、ただ今日もグッジョブを聞きながら来たんだけど、あら、あの笹原さんがさ、うん、月曜と火曜抜けちゃうんだよね。そうなんですか。そうで、はあ、年山さん来んの。はい。でじゃあ笹原さんはどうなんのって思った時に、笹原さんは綾野スタイルを木曜日1時半からやることになってるので、はあ、ご安心くださいってこと、はい、ただカンバラがまだいるんだよね。あ、そうなんですか。ガチャッっていうあのクルクルパンみたいなやつがガチャッって、あいつがずっといるらしいんだよね。その格好が決まる。あいつを変えたら年山笹原で行けばいいよね。そうなったらでも俺今日思ったんだけど、笹原綾野さんが、うん、綾野スタイルっていう番組6年ぶりに復活させるんだって、はい、前やってて、うん、でそれがもうなくなったけどまた改めてになったんだって、うん、で笹原さんって自分のことを綾野はっていうの、ほう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 、あれって女性パーソナリティ特有だよねと思ったよね。そうですか、うんうん、あれ女の子でさ自分の名前を主語で喋る子いるじゃん、はい、います。さきはとかっていう、はい、うん、あれさ、もし俺がずっとゆうじはって言い続けたら確かにそれはねえわって思うじゃん、ね、なんでそれをいいと思うんだろうと思うよね。ああ、男性で確かに自分の名前を死語にしてる人はなんかいないかも。あんまりピスタチオはとかこう思うんですけどとか馬様はとか自分で言わないじゃん。うん、そうですね。で女の子って平気でさ、はい、サキはとか言うじゃん。言いますね、うん、私親にはまだ自分の名前サキは言いますよ、くしょ、なんでそんなこと言うんですか。いや抜けないんですよこれが。恥ずかしくて私はって言いたいんですけど、うん、友達とかには全然私はって言うんですけど、うん、親の前では私は今って言うでしょ現状報告え、自分の名前で言うの。言います。恥ずかしくて私はって言えない。それ逆にさ、さきはっていう方が恥ずかしいじゃん。そうですよね。そうそうそう、なんか俯瞰してみたら本当にそう思うんですけど、うん、なんか恥ずかしい。いや恥ずかしいよ。記憶力が売りっていう飲み物の担当の人で名前忘れられてるっていうことぐらい恥ずかしいよね。あ、そういうこともありますよね。確かに。横山さん、淵上さん、今日は記憶力にまつわるものどうねっつって、忘れてたよね今って思ったぐらい恥ずかしいよね。確かに。お父さんの目をちゃんと見て話すぐらい恥ずかしいかもしれない。へー、うん、ぐらいちょっとなんか気恥ずかしいってなる。お父さんの目見て喋ったら恥ずかしいんだ。ちょっと恥ずかしいです。なんで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 だろう。なんかやっぱお父さん、お母さんとは結構恋バナとか、うんうんうん、自分のプライベートの話するんですけど、はい、お父さんはやっぱ一回反抗期的なことがあったからかな、うん、なんかやっぱ恥ずかしい。会社に、ミッキーマウスの手がポケットに手を入れてますみたいな、はい、で胸にミッキーって書いてある服を着てくるのと どっちが恥ずかしいぐらい。恥ずかしいだろ。トントン。あ、今日その服着てるよね俺ちなみにそのシリーズでさ、はい、ミッキーマウスの体だけが T シャツに書かれてて、はい、それを着るとミッキーマウスの顔の部分が自分の顔になるっていう服を持ってんの、はい、でどっかのディズニーランド行った時にテンション上がって買ったんだけど、うん、着れないね。なかなか T シャツの模様がミッキーの体になってんの。あ、私横山さんってどんな T シャツでも着れ、恥ずかしくなく着れる。これがね何個かあるんだよね着れないやつ、うんうん、
そうですか。俺だってパオーンの T シャツだって恥ずかしくなく着れる人間だぜ。はい、いや、結構蛍光色ですもんね、あれはね。クソダサいやつ。いや、ダサくはないけど。水色、ピンク。そう、もらった方が、うわ、どうしようかな、これって思うぐらいの T シャツ。あれでも着こなせる俺が、ミッキーの体だけがプリントされていて、着ると自分が、ミッキーだよ、自分、顔になるっていう。あれはちょっとね、やっぱ勇気がいるんだよね。あ、そうなんですね。うん、どんなのでも着れると思ってました。そうだね。うん。さすがに。だから今日、縁紙の見た時に、うわ、はずっと思ったけど。いいじゃないですか。これ気に入ってるんですよ。もろ部屋着みたいな感じで、うん。そうなんです。ちょっと寒いかなと思って今日着てきました。さあ、この時間になりますと。はい。午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、うん、今日は縁紙からね、嘘ではありますけれども、ちょっと問題を。はい。出してもらいましたけども、そうですね、鳥よ鳥よ、はい、鳥たちよということ。そうなんです。ここの会社から家に帰るときに、うん、はいはい、あの鳥を見ました。お堀で。お堀ね、広島城のお堀、はい。広島城のお堀で鳥を見ました。はい、わーって思うことがあったんですが、うん、どんなことだったでしょうか。はい。はい、ということで初めての方、ありがとうございます。ラジオネーム水木っていう方。わあ、嬉しい。初メールです。25歳、うん。営業の仕事の社内でいつも楽しく聞かせていただいておりますってことで。ありがとうございます。働けます。働きながら聞いてください。仕事中だろ、お前。いや、いいんです、いいんです。俺たちはこれが仕事だけどね。ふちがみさんのクイズの答え。はい。ですけども、ふちがみさんが見た鳥の特徴。うん、それは、お堀で見た鳥が、ふちがみさんの帰り道に並行して飛んでいき。ああ。ふちがみさんの淵上さんが敷地の中を出るくらいの位置で、うん、木に止まって淵上さんを見送ってくれた。うわ、素敵ですね。私でも鳥が平行して飛んでたり、うん、上を飛んでたりしたら本当にいつ糞を落とされるんだろうって心配で心配で。鳥がさ、はい、時たま自分の上をずっと飛んでる時あるじゃん。はい。大群みたいなのがたまーにありますね。た時に、え、俺死ぬのかなって、ね、なんか俺から刺繍とかすんのかなって思う時があるよね。ありますあります。なんかやっぱ不気味ですもんね、うんうん、いっぱい鳥が集まってる夕方とか本当に、はいはいはい、なんか怒るんじゃないかなとかちょっと思うよね。思ったりします。あとやっぱカラスとかが目の前を触ってトン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 とかってさ、地べたをトン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 ってこう、はい、こう歩いてるというか、うんうんうん、渡ってるのを見ると、はい、なんかカラスが前を横切ったけどとかちょっと思うよね。黒猫が横切ったみたいな。あんな感じ。ああ、なるほど。不吉なこと起こんじゃないのかなとか。そうですね。思う。あとはカラスに関しては、はい、本当に真横を通っても、うん、あの平気な顔してゴミ漁ってる時があるじゃないですか。はいはいはい、めちゃくちゃ腹立ちます。なんで驚かないんだって。申し訳ないけど、うん、なんか。いや、逆に向こうからすると、おい、食事中に見んなやと思ってるかもしれないよね。お互いね。本当にでも近くに行くと怖いよね。あ、うん。怖い。結構でかい口がしてる。鳥ってさ、よく見たら怖いよね。そのサイズによらず。はい。で、そして鳥のいろんな種類に問わず。うんうん、やっぱなんか、よく見ると怖って、ちょっと思うよね。思います。本気で向かって来られたら結構痛いし。本気で向かってきたらもう全部怖いよね。いや、確かに。そうですね。全部、むちゃくちゃ怖い。うんうんうん。例えば、カブトムシとかが真剣に俺たちにあのサイズで来たとした時に、むちゃくちゃ当たってくるわけじゃん。パーン、痛い、パーン、ちょっと待って、もうすっげえ、俺何したって思うぐらい怖いよね。刺さる、はい。怖いですね。確かに確かに。アイコとかだったらもうカブトムシで儲けてるからさ、もうそれはもういくらでもカブトムシ取ってきて。どんどん来てって感じ。ガンガン来ても文句言えないじゃん。ね、俺たちもしカブトムシがパーンって来て、すごい何回もこう、ね、狙ってきたら、え、何したって思う。なんかついてるのかなって思いますけどね。え、俺に体、すっごい樹液がついてるのかなって思ってするよね。あとは、とぼけた猫。はい、ありがとうございます。淵上さんが、広島城のお堀で、うん、鳥を見ました。はい。で、あっと思ったこと。お堀の、鳥が淵上さんに、うん、おはようと羽を振ったあ、でも、うん、本当に時々カラスとかでおはようおはようっていうカラスいませんか。いませんいませんか、うん、いません。鳴き声が本当におはようおはようって おはようって言っているこのカラスっていうカラス。いや、いません一回
回も会ったことないです。本当ですか、うん、え、藤上さんはあるんですか。いや、あります。ああそうですか。え、嘘を塗り固めていこうとされる側の人間ですよね。あれ、ちょっと記憶が違ってたのかもしれない。もう一回だけチャンスを与えますよ、カラスがあなたにおはようって言ったことはあるんですか。ありません。よろしい。すいません、嘘ついきました。よろしい。来てたでしょ、ショコラジにも、はい、リスナーから。え、藤上さん嘘ばっかりついて変わった人ですよねっていうのを聞くとき、え、そんな、そんなこと全然ないですよ。ええー、おかしいですね、うん、すごい否定してましたけど、あなた喋ってる言葉のほぼ8割か9割は嘘です。想像で喋ってます、そうですね、うん、残りの2割を何なのか見つけ、うん、楽しんで、逆にね、はい、逆に、うん、楽しみ方はそうです。火曜日の、はい、ラジオネームどうも、ありがとうございます。淵上さんが、広島城のお堀でわって思った鳥、うん、何をしていたか、はい、亀の甲羅の上に乗っていた。はあ、うん、いいことをしたんでしょうね、じゃあね。そうかもしれない、うん。亀を助けたんでしょうよ。あ、なるほど。うん、ああ、だから亀に呼ばれて乗って、あの後、潜っていってたから、今から接待を受けるわけですよ。竜宮城。竜宮城。うわ、素晴らしい。うん、へえ、何したんだろう、助けるっつったら。まあ、でもいじめられてる。人間からの子供たちからいじめられてる亀を助けたんじゃないですか、はい、この鳥が。あ、なるほど、なるほど。亀をね、うん、キャッと爪で。うん、でちょっと夜家帰って、うん、ね、鳥ファミリーたちと一緒に、はい、焼き鳥でも食べたりとかして晩ご飯食べてたらコン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 、はい、あの時の亀でございます。ああ、ありがとうございます。藤上さんのお宅ですか。そうです、亀太郎と申します。ああ、その説はありがとうございました。あ、こちらこそです。で、一緒にいらっしゃるのはお子さんですか。はあ、あ、お子さん、はい、そうですね、うん、お父さんに助けてもらった亀太郎でございます。はい、100万円ありがとうございます。はい、100万円奥様でいらっしゃいますか。はいはい、亀太郎でございます。ご主人に助けていただきましてありがとうございます。はい、はい、500万円やった。そしてちょっとご主人を今から素敵な場所にお連れしようと思いますけども、ご主人をお借りしてもいいでしょうか。あ、わかりました、どうぞどうぞ。でちょっと海の方に来ていただいて、はいはい、瀬戸内の海でございます。あ、綺麗、穏やか、はい。ちょっと背中に乗っていただいていいですか。はいはいはい、今から、竜宮城っていう場所に、はい、あの、連れて行って、え、で、そこで、シュチ肉林もすごい楽しみをしていただきます。裸の女がいっぱい。はいはい。羽をむしられた、ジャパネットにダウンにされた、痛い。鳥たちが、裸の鳥たちがいっぱいいる状況の場所に。いいですか。今から海底奥深くですから。ああ、いやいや、あの、息ができないんです。3時間ほど。いやいや、ちょっと待って、あの、3時間ほどかかりますよ。いや、ちょっと待って、ちょっと我慢していただければ。いや、違うんですよ。あの、できないから、しなかったら死んじゃうから、どうしようかなって思ってる。え、来ないんですか。いや、息できるようにしてくれるとか。3時間ほど。すごい急ぎます。じゃあ2時間半。いや、違う、そういう問題じゃない。10分とかでも無理なんですよ、きっと。ああ、そうですか。はい。じゃあ一回家に帰ってさっきのお金とかも返していただきます。そうでしょ。命と引き換えですか。怖いよ。続きまして、桃口山へ。ありがとうございます。淵上さんが鳥を見て嬉しいと思った出来事。はい。それは鳥の鳴き声がサキーサキーサキーと言っているように聞こえて、あ、呼んでくれているんだと思ったんじゃないでしょうか。はあ、うん、でもなんか耳を澄ませば、うん、そういうなんかありそう。いや、でもさ、鳥が時たま、はい、おはようとかって言ってくる時あるよね。あ、え、嘘でしょ。お前がやってることこういうことだからね。そっか。いや、でも、はい、インコとかってオウムとかって本当に喋れるじゃないですか、うん、すごいですよね。そうだね。でも人間はさ、鳥の鳴き声の真似とかできるじゃん。あー、できますね、うん、そっかそっか。あーあーとか、はい、おはよう、おはようとかね。それなんで人間の名前を言う鳥の真似しかしないんですか。しかもおはようしか言わないですよね。おはよう聞いたことある気がするんだけど。あ、聞きようですよね、だからね。まあまあそうです。だから鶏がコケコッコーと言っているかっていうことでもありますよね。うん、クックルとか言ってるかっていう。はいはい、そうですね。あとほら、くしゃみのことを本当にハクションと言っているのかっていうことでもありますよね。ああ、確かに。うん、だってバーバルとか、クッ
でこれでもうくしゃみ終わりですからちゃんとしろくしゃみはあすいませんちょっとああちょっと大丈夫ですそれがくしゃみ出してほしい。そんな派手な顔しててくしゃみはってだけ不釣り合いだわそうですね、うん出してほしいなって思いますよ ね、うん、続きましてこれ最後ですね、はい、ジャンボたこ焼きロボットはいありがとうございます、淵上さんが鳥を見ていて、うん、わーって思ったこと、はい、それは鳥が水浴びをしていてしぶきのところに虹がパーッとかかったはあありそうないかいやでも夕日が逆光とかだってあるかもしれないです、ね、ああそうですよね綺麗な、うんうん、もう今の段階で淵上さんの中ではあったっていうことにもう変換されるんだと思うんですけどもう想像したので、うん、あの風景を見たように話せるのでもういつかちょっと自分のものにして喋ってるかもしれない。そうだね、はい、いやなんかちょっと鳥が水浴びしてる時に、夕日が逆光になっててちょうど水しぶきがちょっとあの虹みたいになってる時があってすごかったですあれとか。いや本当ね、何歳だったかなあれ独身の時だったもんなみたいな。だからそうと平気で喋りそう喋るかもしれないです、うん耳すまして聞いといてくださいさあ、はい、淵上さんは一体どんな鳥を見たんでしょうか。正解は、お堀を運転してる時に自転車で、うん、なんか水が上からポーって降ってきたんですよ。お堀もう一回聞きますよ、お堀を自転車で運転してる時に水みたいなのが降ってきた、はい、上から降ってきた、はいはいはい、でかかったわけじゃないんですけど、あの前かかったわけじゃないけど水みたいなのが降ってきた、はいはいはい、でも雨じゃないわけです、ね、雨じゃないんです、はい、晴れてたんですよ、うん、真っ青な空の中に、はい、でパッとあれって思って上を見上げたら、なんと鳥が鯉を爪で掴んで飛んでってたんですよ。へえ。どうしましょうか。いや、その鳥はどこにずっとずっとずっと向こうまで飛んだんですか。ずっとこ向こうまで飛んでいきました。へ、見えなくなるまで。養殖場の方とかがかな。いや、どうなんですかね。だから私はそのお堀にいた。お堀の川の中にいた、池の中にいた。お堀なんですか川なんですかどっちなんですか。お堀にいた、はい、鯉が、はい、一羽の鳥によってさらわれて、あ、なんか天に昇っていく鯉を見られたなと思って、はい、嬉しい気分になった。へえ、はい、それはすごいの見ましたね。すごいですよねこれ本当に。すごいですよ。相当大きかった。めっちゃ大きかったです。よくこんな鯉を持てるな。鳥はそんなに大きくなくって、うん、普通ぐらいのサイズだったんですけど、はい、でも鯉は大きめの鯉を持ってってて、あ、なんか欲張りだなって。池の水抜きましたとかだったらもうかって体で抑えなきゃいけないぐらいの鯉だったんですか。そんぐらいの大きい、はあはいはい、かなり大きかった。すごいですね、そりゃ次は淵上さん自体を連れて行かれるかもしれないから気をつけた方がいいですよそうですね、うんうん嘘つきで嘘ついたやつがみんな鳥にさらわれていくの一番どこ連れて帰ってんだろうってということで、はい、正解はえ鳥がお堀の鯉を捕まえて上空を飛んでいる水しぶきが自分にかかったってことです、ね、はい、そういうことです、はい、ということで皆さんいかがでしょうかすごいマジかよ、マジかよなんでなんで分かったんだ12人正解がいたということでオーシャンズトレーブみたいな感じ、もうネタを盗んでいきますみたいなことはね、すごいね。いや心強いね、12人の方ありがとうございます。すごい嘘グループできるよね。いやできますね本当ですよ。でもライアーズライアーズじゃあその12人の中から今日は3人の方に午前様様クリアファイルをプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。さてさて、広島カープですけども、開幕ローテに向けて明日最終テストですよということで、はい、先発6人の枠組みがまだ決まりませんと。大瀬良、森下、栗の3人は確定、残りの3枠を競っていますよと、はい、残すところあと2週間ということですけど、デイリースポーツは床田、うん、そして
中村優太、はい、が残り3枠をかけて投げますよと、はい、あとは日刊スポーツも開幕ローテ、うん、残り3枠大バトル、はい、有力候補は中村優太、うんうん、床田、はい、野村ですね。ほうほう。で、結果次第では、高橋光也と遠藤が逆転ローテ入りもあるよと。わあ、うん、みんな頑張ってほしいなね。はい、あとはスポニチも、開幕ローテ、うん、中村優太床田が、うん、逆転目指してというかローテ入り目指していよいよ最終調整ということにはなってますが、はい、ほらこうやって聞くとさ、このピッチャーとかこの名前の選手たちってドラフト1位とかじゃなかったりとかする選手もいっぱいいるので、はい、まあ役不足かなというか格落ちかなみたいに思う方がたくさんいらっしゃる気がするのよ。ほうほうほう。だけどなんかよく言うけどさ、プロ野球選手とか飲んでたりとかすると、うん、お前ドラなんだっけとかって言われてすんの。あーはーはー。オチとして、はい、うるせえよドラゴとかさ、あ俺でとかさ、ドラゴの人間とかが今いい成績残したりするとこいつドラ1なのにさとかって、あ、はいはい、でバカにしたりとかみたいな、その野球人ネタとしてドラフト何位かっていうのって意外とでっかいことなのよ、うんうんうん、で多分それは社会に出るとお前出身どこっていう、はいはい、何大学とか何高校とか何中学、うんうん、まあ俺は最終学歴は沼田自動車学校なんですけどライセンス、ランランライセンスの沼田自動車学校、はいはい、沼地なんですけど、免許ね、取りましたね、はい、俺最終学歴は沼田自動車学校、はい、なんですけど、あのさ、俺ずっとバラエティ番組やってて、うん、例えば有吉とかと8年番組をずっとやってたりとか、あと劇団一人が全然売れてない頃に一緒にいろんな活動やってたりとかで、いろんな人たちと組ませてもらっていて、で東京でさ今メインどころ、はい、メイン張ってる人たちって多分ほとんどの方が売れてない頃に仕事させてもらってるんだよね。はあ、はい、バナナマンさんとかもそうだったりとかするし、とかもっと言えば山里さん、はい、なんかキャンディーズとか、はい、ブラックマヨネーズさんとかは RCC でずっとレギュラーやってたんだからね。そうだったんですか。で全然売れてなくて廊下歩いててもまた来たよあの吉本の売れてねえやつがさみたいな感じだったし、街出ても誰も騒がないしみたいな状況で、あんなとこに行くなんて誰も思ってないのよ、はあはあ、だから考えてみたら RCC 当時有吉がいて、はい、そのブラマヨさんがいて山里さんがいるみたいなレギュラーをやってるけど、全員全然なんかなんつうの売れてる感じで来たわけじゃなくって、しょうがなくあのちょっと出しといてあげなきゃねみたいな感じで出てたっていう時期があるのね、はいはい、それ考えた時にそういう人たちが芸能界でトップ取っていくんだからね。ですね、うん、いずれたらドラ1じゃないぜ、うんうん、それ考えた時に社会に出てる皆さんとかも入ったのはこうとか今こうとかいうことあると思うけど、はい、それをコツコツやって、である意味少しずつ少しずつ一つずつの仕事に爪痕を残していくっていう、あとは足跡をちゃんと気づいていくみたいなことをしていくと、うんうん、ちゃんと行ける場所に行けるかもしれないぜとか思うの、はい、だから今例えばさ、いろんな番組とか見ててこの人がまさかメイン司会するとは思わなかったって人いっぱいいるじゃん、うんうん、ってことはこのピッチャーがまさかローテの柱になるとは思わなかったっていう人いっぱいいるよ、はい、ちなみに前田健太投手がいよいよ6年目にして大リーグ、うん、初めての開幕投手を務めますけど、前田健太投手もあんななるとは思わなかったよ、うん、とか金本選手が入った時線細いなと思ったし、はい、あんな球界を代表するような選手になるとか誰も思ってないからね、うん、でそれ考えると誰が出てきてもおかしくないし、ある意味こいつじゃねえだろうっていう人が出てきた時に層が厚くなるんだからね、はいはい、期待したいなと思います。そうですね。午前様様商品開発部、番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。センス抜群でちょっとおしゃれでトンチの効いた商品のネーミングを考えてもらうネタコーナー、 What's your name です。はい、リスナーの皆さんからは、今日もたくさんのネタが届いてますけれども、はい、新しい商品、新商品を考え出していただきます。でこの商品はこういった商品ですよ、で商品名はというところでオチをつけてもらうというネタ企画コーナーですけども、はい、今日もバカバカしい新商品の数々が届いていますので、うん、前半戦ということで10時台をお送りしようと思います、はい、では行きましょう。ラジオネーム牛田の棒、
今日ご紹介するのはアメリカの小説です。ほう。一人のコムソーが日本からアメリカのミシシッピー州に渡り、少年ハックと二人で禅の道を解いていくという明るくひたむきな二人の青春群像を描いた念仏尺八ストーリーなんです。はいはい。その小説の名前は What's your name? コムソーヤ。ああなるほど。はいはい。トムソーヤと何？コムソーですね。はい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 。なるほどなるほど。冒険していくっていう。一人のコムソーが日本からアメリカのミシシッピー州に渡り、少年ハックと二人で禅の道を解いて。コムソーヤ、コムソーヤね。なんかこんがらがってる話が、うん、はい、そうですね、そうですね、こんがらがってるって言うとこれの、これも言った方がいいかな、ね、牛田の棒。春が来て新しい環境で生活ってなると友達もいなくて不安ですよね、うん、せめてトイレくらい一緒に行ける友達がいたらなっていう方におすすめの商品なんですけども、はい、この人間関係測定器をツレションしたい友達に当てて赤いランプがつけばめでたく安心して一緒にトイレに行ける関係性ということがわかる商品なんです。へえ。そのツレションに行けるかどうか赤いランプが知らせてくれるこの商品の名前は What's your name? コンクライでツレッションコングラチュレーション。いや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 、わからんわからん。コンクライでツレッション。わかんない。っていう商品です。なんかまさにでも現代社会の、なんか、闇みたいな感じの。テレレレレレンテンテレレレ、ホイホイ。テレレレレン、テレレレレン、テレレレ、ホイホイって言いながら。コンクライでツレッション。楽しくいけるんですね。よかったです。ということで、はい、まだまだバカバカしい商品の数々がありますけれども、はい、続きは11時台午前様様。さあラジオカーの登場ですけども、はい、宮本ですけど今日、うん、一言メモがね、昨日ラジオカーのツイッターで、はい、鈴木さんが投稿した出演者とのツーショット写真があるんですけど、うんうん、青空に鳥が飛んでいると思いきや拡大してみたけれど鳥ではなく、はい、飛行機でもなくドローンでもなく、まさかの謎の飛行物体が映っています。ええ？UFO まで引き寄せるとはさすがに鈴木さんだなと思いました。未だにこの飛んでいるものが何なのか正体不明なんです。なんだこれ、本当に映ってるんだよほら。何これ。まあ正体不明って言うと宮本自体も正体不明なんだけど、いやいやちょっと読んでみましょう。宮本ちゃん、ほら誰が正体不明じゃ。さあそんな私たちはですね、うん、廿日市市役所に今お邪魔しています。はいはい。これから廿日市市と広島三菱自動車販売株式会社および三菱自動車工業株式会社における電動車両を活用した災害時協力協定の締結式がまもなく11時30分から行われるということです。はい。早速広島三菱自動車販売株式会社廿日市店の郷原秀明さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。目の前にはすでにエクリプスクロスのPHEV プラグインハイブリッド車が止まっているんですけれど、この電動車両を活用した災害時協力協定っていうのはどんなものなのか、詳しく教えていただけますか。はい。三菱自動車が取り扱っている PHEV、はい、プラグインハイブリッド車は災害などの停電時に電源として活用することができます。はい。万が一の災害の際、より迅速にかつ効果的に電力供給ができるようあらかじめ自治体と協力協定を結んでおくものです。あ、なるほど。災害時の停電の際は心強いですよね。はい、そうですね。プラグインハイブリッド車は車両に備え付けてある 100V AC 電源を使って最大 1500W の出力で電力を供給することができます。はい。電源というとどこにあるんですか。とですね、こちらの方にですね、はい、トランクルームを開けていただいて、はい、今開けました。はい。でこちらの方ですね、はい、あの右の端の方にありますので、カバーがありますね。カバーで開けていただくとパカッと上げると、はい、本当だ、コンセントがついてる。これ携帯電話の充電とかもできますよね。そうですね、はい、携帯電話の充電から照明、大型家電の冷蔵庫、洗濯機などを動かすこともできます。はい。
また車に蓄えられている電気がなくなった場合でも、はい、ガソリンさえあればエンジンで発電をしながら給電をし続けることができます。なるほど。災害時の停電は長引けば長引くほど本当に不安になると思うんですけれど、これなら安心ですよね。はい。プラグインハイブリッド車はこれまで東日本大震災以降、全国各地で起きた被災地での支援活動の実績があります。はい。また四輪駆動のワゴンタイプの車ですから、被災地の悪路や雪道でも優れた積載能力と機動力を発揮することができますので、はい、あらゆる場所で給電活動を実施することができます。いや、これまでも全国各地でも実績があるということで本当に心強いですよね。では郷原さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい。電気は非常に重要なライフラインです。本日廿日市市と協力協定を結ぶことで、万が一の際に皆様に安全安心をご提供し、少しでも地域のお役に立てればと思っております。わかりました。ということで、この時間廿日市市役所から災害時協力協定についてお話しいただきました。郷原さん、ありがとうございました。ありがとうございます。こちらからは以上です。宮本さん、はい、今、はい、中継を聞かせていただきながら、災害時の協力協定結ばれましたよという話でしたけども、はい、昨日のツイッターの写真をね、はい、やっぱみんなで拡大して改めて見てたんですよ、バイトさんも含めて、はい、ドローンじゃないかって話ででも、はい、連写をしてるんですよ、何枚も、うんうん、はい、で3枚ぐらい連写したうちの1枚しか写ってないんです。あ、そう、はい、じゃあゴミ鈴木さんに言っときます。いや、なんだろう、赤みがかってるし、ちょっと不思議です、うん、いや、UFO ですね。 UFO かもしれない。いや、ちょっと見てほしいね。見てほしい、みんなに見てほしいです、うん、あと、うちに住まう人がさ、はい、最近宮本ちゃんが痩せたことによって、はい、誰だっけ、本田翼だっけ、あ、本田翼、はい、むちゃくちゃ宮本ちゃん本田翼に似てるよねって、いつも本田翼を見ると、あ、宮本ちゃんって言うんだよね。本当ですか、ありがとうございますとお伝えください。ただのご報告でした。ありがとうございます、はい、ちょっとわかるな。でもでは廿日市市役所の皆さんなどにもよろしくお伝えいただければと思います。わ、はい、かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ラジオカーは宮本由紀でした。ラジオネーム小林さんから、はい、結婚して30年近くになりますが、先月のバレンタインに初めてだと思うくらいに久しぶりに妻からチョコをもらいました、はい、お返しどうするか悩んだんですが、宅配ピザを頼むことにしました、うん、あなたが食べたかっただけでしょうと突っ込まれながらも、妻の嬉しそうな、顔に何を送るかじゃなくどう過ごすかが大事なんだなと勝手に思って納得した週末でした。もう縁紙の読みがたどたどしすぎて、ちょっと内容が残念ながら内容が、バレンタインの日に、はい、素敵な、ピザで素敵なホワイトデーを過ごしたというお話です。ニュースです。ごぜんさまさま。しがみさん、はい、リスナーの皆さんから、はい、今日の縁紙さんのクイズに対してですけども、はい、ケスノビッチの母からね、淵上さん、はい、鳥が魚を掴んで飛んでいるっていうのはありますよねと、息子たちが通っていた岡山の小学校は、はい、中庭に池がありました、その池で飼っている鯉をサギがよくさらっていっていったことがあり、はいはい、サギがやってくるたびに、うん、職員室から教頭先生が窓を開けてよく追っ払ってくださっています。はいはい。校舎の2階の屋根に池からさらわれた鯉がいたりしたことがありましたよと、へえ、面白い。あとは、うん、早乙女っていう方から、はい、私は福山の芦田川で猛禽類の鳥が上空から、水面に向けて水面に向けて落下し魚を捕らえて飛んでいった場面を目撃しました。わ、おそらくクイズの答えは本当だと推測されます。ありがとうございます。そして驚愕のオジンガー Z から、はい、先ほどの淵上さんのクイズの答えの鯉が鳥に運ばれたとのことですけども、うんうん、その鯉かどうか分かりませんが、はい、最近私の会社の駐車場に魚の頭蓋骨が落ちていました。それってひょっとすると淵上さんが見た鳥が持ってきた鯉の頭蓋骨
ではないでしょうか。そんな末路だったんですか。うんなんということでしょう。はいはい。こう悲しい結末を迎えたと。ちゃんと食べてもらえたってことなんですかね。どうなんですかね。もう腕が疲れて落としたのかもしれないですよね。わあ、かわいい。ただまあ、オジンガゼットに言いたいのは、その魚の頭の骨を頭蓋骨というかどうかの問題ですよね。確かに。頭蓋骨、ああ、なるほど、そうですね、うん、確かに。もしそういう言い方をするのであれば、刺身とかも、はい、あ、死んだ魚っていうこと、死んだ魚だからさって言って出されるみたいなもんじゃないですか。そうですね。うん、あれを頭蓋骨というか問題ですよ。だけどね、悲しい結論。はい、結末もそうだったのかもしれないですね、うん、このストーリーも見えてきましたんでね、まあ、確かに、まあはい、まあでもまあ、 飛んだのを見たことがあるっていう人が数人いたって嬉しいです、うん、まあそうですね、同志ですね、はい、まあ、淵上派数少ないね数少なくない、まあ、この方のファンも数少なくいらっしゃいますけども、ああそうなんですね、今日は今日はどんな商品を遠くから声が聞こえますけども、はい、紹介してくださるのか呼んでみましょう。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさん。少なくないと思ってるんだけど。いや、え、あの、思った以上本当ににはいないと思います。そうなのかな、いやだからツイッターのフォロワー数伸びないのかな。あ、悩んでるんだ。いや本当悩むわ、どうしよう、あ、そうか、ここか、やっぱり ね、やっぱペット里親会はね、すごい閲覧数になってるとかする、ババじゃないですか。すごいんですけどね、チャンネル登録者数だから犬には興味があってもババちゃんには興味がないってことです。やっぱりそっちか。さあ、そんなババからですね、はいはい、今日はあの、むしらない方の寝具のご紹介でございまして、四季寝具でございます、はい、この時間久々、あの西川が作りましたボナノッテ、はい、持ってきましたボナノッテ、はいはい、ただもう今日はですね、特別にお安くなってるんですけど、これ理由から先にご説明します、うん、はい、2年間にわたってご紹介してまいりましたボナノッテプレミアム、はい、来月モデルチェンジいたします。お、なるほど。新商品が出るんですね、はいはいはい、ただ新商品になるとどうしてもね、お値段も今までのボナノッテよりお高くなっちゃうわけなんですよ、うんうん、そこでなんです、あの旧モデルが倉庫にちょびっとだけ残ってたんで、はい、新商品出る前にもうこの旧商品をもう特別なもうお値段で全部売り切ろうと、さばいちゃおうと、売り切り最終価格が今日のご提案なんですね。なるほど、はい、だから今お使いの寝具がですね、ご自身の体に合ってないという方はぜひ今日は買い替えをご検討いただければと、うん、ね、こういうご提案でございます、うん、じゃあなぜボナノッテが人気なのかご説明していきますけど、うん、はい、理由はですね、高反発ウレタン、ここなんですよ、はい、高反発素材が使われております、うん、ただ言葉だけを聞くとね、あ、硬い方のやつねって思われる方いらっしゃるんですけど、硬、はいはい、いのと高反発はちょっと訳が違います、うん、はい、なぜなら今回のボナノって中の素材を取り出してみると意外に柔らかいんですね。指で触るとね、プニュプニュプニュっていうね、柔らかい素材でできてます。なるほど、でもこの上に体を横たえると、うん、しっかりしたからグッ持ち上げてくれるんですよ。あ、なるほど、そう、これが反発力、高反発っていうことなんですね、うん、はい、だからこの上に体を横たえると何が起こるのかね、人の体というのは真っ平らじゃありません、はい、凹凸があるんです、うん、背中の部分、お尻の部分丸まってますよね、はいはい、これがしっかりグーッと沈み込んでいくんですよ、うん、でも硬すぎるマットレスだったら背中とかお尻一箇所に圧が集中しちゃうんで、はい、朝起きた時に、あ、背中が腰が、うん、なるよね、あの違和感につながってくる、うん、本当なるんだよね、そうなんですよ、寝具一つでね、朝の目覚めが変わってきます、うん、でしかも高反発ということは寝返りも楽、夜中にほら人間ってね20回から30回寝返りを打ってるんですよ、はい、寝返りを打った方がいいんです、うん、ただ柔らかすぎるマットレスだと今度はね深く沈み込みすぎてしまって、はい、寝返りのためによっこらしょ、いや、そう、うんこらしょ、あの時たまホテル泊まって、うんうん、むちゃくちゃでっかい枕とかあった時、はい、気持ちいいけど、うん、寝返り打とうと思った時もうさーってもう寝返りに体力がいるんですよね。そうなの、寝返りって意外に体力使っちゃうんですよ、うん、
でも今回は高反発ウレタンだから、はい、下からグッと皆さんの体を持ち上げてくれるという効果もあるんで、寝返りが楽なんです、ね、寝返りを打ったことすら気づかずに、うん、もう自然に朝を迎えることができるわけなんですよ。ちなみに指で押すとどんな感じになるんですか？プニュプニュプニュこの感じ。なるほど、柔らかい癖になるな、この声、ね、素材出てきてるんですねはい、はい、これが今回のボナノッテという商品、はいはい、だから厚みもたっぷり9センチ取ってありますんで、うん、お布団でお休みの方は敷布団をそのままこのボナノッテに置き換えてください、はい、ベッドの方はその上に1枚敷いてもいいし、うん、もうベッドのマットレスをのけてボナノッテだけにしていただいても構いません、はい、どちらでもいけますよと、はい、なのでもともとですねシングルセミダブルダブルってあったんですけど、はい、もうこの売り切り最終価格になったもんですから、うん、ダブルサイズが先に完売しちゃいました。お、今日ご紹介できるのはシングルとセミダブルのみ、うん、はい、でもお値段相当頑張りましたよ、はい、シングルサイズのお値段、まあね、西川が作って厚み9センチだから、うん、4万5万しそうなイメージありますけど、しますね、それがなんとお値段税込み29,980円、はい、でも十分お得なのに、なのにさあ売り切り最終価格1万円引きしますので、お今日だったら19,980円なんですね。え、中古だけど買い時ですよね。中古じゃない、中古じゃない、新しいやつですよね。中古じゃないよ、中古じゃないよ、ヤフオクで売ってるやつと違いますよ。あ、違う、そっちじゃないですよ。新品ですね、新品未使用、誰も使ってないね、ピカピカのものが届いて19,980円、はい、はい、ただしもう倉庫にある数がなくなっちゃった時点で終了っていうことになっちゃうんですよ、うん、だって旧モデルなんで今から増産ってもうしませんからね。そうですね、そうなんですよ。これちなみにだから来月になるとまたボナノッテのプレミアムとかの新商品できましたよとかつって紹介されるんだと思うんですけど、されるんですけど、これの倍ぐらいするってことですよね倍まではない予定なんですけど、うん、やっぱりお値段は高くなっちゃう、高くなっちゃうということですね。なるほど、なるほど、そうなんですよ。なので買うんだったら旧モデルでよかったら今日が大チャンスということですね、はい、もう来週のこの時間にはこのボナノッテプレミアムご紹介はできませんので、うん、はい、ぜひぜひ気になった方はお早めに 0120-441-555 番、441-555番にお電話お待ちしております。最近そういえば週末ババちゃん何してたのよって聞いてないんですよね、うん、あのいつもの作業をやって変わり映えしないね。そうですね、それとね今回日曜大工しまして、おあのエアコンが、うちのエアコンってね、うん、古いマンションなんで、はい、床置きタイプのエアコンが最初からついてたんですよ、うんうんうん、だからそのエアコンを隠すために、うん、ちょっと木のねいい感じの板を買ってきて、はい、エアコンカバーを作らせていただきました。すごい、すごいかっこいいおしゃれなお部屋に変わりましたね。そんなことできんだね。できんだねってできますよ。ニスとか塗ったりするの自分で？ニスとか塗ります、塗ります。ニスも買ってきてピアって。すごい。自然な感じに風合いに仕上げてね。ねえ。まあ今日販売のボナノッテもねババちゃんの手作りってことであります。手作りじゃない。これは西川さんが作ってくれた。西川さんが作った。ええ。なるほど。将来的にはねババちゃんが作ったものが販売されるそうそうそう。そのうちね大量生産を売ろうかな。楽しみです。またいろんな情報など教えていただければと思います。わかりました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は西川のマットレスボナノッテプレミアムが19,980円ということなので、気になる方はぜひババちゃんから聞きましたとジャパネットにお問い合わせいただければと思います。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2、今週は鳥よ鳥よ鳥たちよでお送りしています。はい、ラジオネームみゆうママさんからは、はい、私の小学校もクジャクを飼っていましたが、ある日、姉たちのグループが掃除をしていた時にクジャクを逃がしてしまい、近所からクジャクが飛んでいるとクレームを入れられるという事件がありました。うん、その時私はクジャクって飛ぶんだなぁと感心しました。はい、元気かなぁ。ああ、そうだね。ああ。鳥だけど飛ばないとか、うん、飛ぶイメージがないとか、うん、あるよね。ある。フラミンゴってどっちって思ったり。フラミンゴ飛びますよね。飛ぶ。俺の宮崎のフェニックス自然動物園っていう、はい、うん、まあ、こっちでは朝動物公園みたいなとこね、があるんだけど、そこはフラミンゴショー
ていうのが売りなのね。はあ、はい。だフラミンゴが一斉にダーッと出てきて、で飼育員の人がピーとか出るとブダーッて団体でこう歩くみたいな、はいはい、集団行動みたいな感じのを見せてくれるのね。はあ、そうなんですね。あれは多分飛びますよ。飛ぶんですね、はい、ペンギンも鳥だけど飛ばないんですよね。ペンギンも水中からピョン、飛び魚みたいにピョンピョンとかシャーとかしばらく水面ギリギリのとこ飛んだりはするんですよね。そうなんですか、うん、ええー。俺何気に鳥に詳しいですね。確かに、なんでなんでそんな詳しい。あと俺今回思ったんですけど、はい、この鳥よ鳥よ鳥たちよがテーマの時に、うん、リスナーの皆さんに一つお願いがあるんですけど、はい、漢字で気安く書いてこないでください。あ、確かに。むちゃくちゃ字が難しいの。難しい難しい。あの寿司のメニューが全部漢字ぐらい、はいはい、ねと思うの。鳥も幅広いですからね、はい、とにかく鳥編は入ってるけどその横のねなんか文字によって変わってきます、はい、全然わかんないの。あ、わかんない。これなんだっけこの鳥とかって、はいはいはい、ずっと携帯で検索したりとかしながら。あ、そうだったんですね。そうなのそうなの。おめめちゃん、はい、からね。私が子供の頃、おじちゃん家で鶏を飼っていたのですが、はい、いつもは地面を歩くのに台風の夜になるといつもと違い激しく揺れるイチジクの木の枝に必死にしがみつく鶏たちを見て、へー、あんなにいつものんきな鶏なのにやっぱり台風の時は命がけなんじゃのー、すごいのーと感心していました。あー、へー、木に捕まってんだ。そうですね、うん、なんかわかんないけどあの鳥って気候によって飛び方変えたりしてそうじゃないですか、うん、ツバメとかもそうだし、なんかそういう台風の時とか、うん、教えてくれそうな気がする。あれさ、よくさ地震が起こる前とかに、うん、野生動物たちが一斉に移動し始めるとかって言うけど、そうそうそう、やっぱなんかあんのかね、はい、いやなんかあるんじゃないかなって私は結構怖い時もあります、ね、だって犬とかさ人間の鼻の50倍だっけ、はい、ぐらい鼻が効くんだよね、。もっとだったかな。はい。たらさ、はい、家に飼われてる犬とか、うん、こいつ部屋し、部屋しやがりまして、とか言うのが全部わかるわけでしょ。そうですね。うん、人間には嗅げないような、おうおうおう、もうほんとちっちゃい匂いでも。おい。ちがみって思ってたりするわけでしょ。こっちはバレてないと思ってるのに。いやーとかさ、女の子とかが彼氏とデートしてきましたよとかもわかるわけでしょ、きっと。確かに。あ、男の匂いするとか、思うわけでしょ。違う匂いする。香水の匂いするとか。うん、いやいい、人間がそういう能力持ったら本当楽しい。いやー、辛いと思うよ。本当ですか。うん、まあまあ浮気とかわかりますもんね、辛いもししてたら。本当辛いと思いますよ。いやでもなんか持ってみたいな。うん。エスパーみたいになれるかもしれない。え、人の心が読めたらもう生きていけないですよ。いや間違いないです。ああ、うん、間違いない。でしょ。うん。分かんないからなんかさ、いわゆるメルヘンの世界みたいな状況。はい。でワクワクするわけじゃないですか。うんうん。だけど例えばさ、淵上のこととかさ、はい、俺がもし好きで落とさなきゃいけないと思って、はい、で一緒にお酒飲んだ、いい感じになった。ドキドキ。はい。で次の時とかに。え、ひょっとして次会ったらもうそういうことになるかなとかって思ってる時に、あ、今日はもうそろそろねとかつって、またじゃあご飯食べようね今週末でもとかって、あ、ありがとうございます楽しかったです、また会いたいですとかつって、はい、今度手料理とか食べに来てくださいねとかって喋りながら、お前の頭の中においタクシー代払えやみたいなもうそんなことが見えたらもうたまんない。確かに、うん、いや間違いないです、うん、人の心は。でもまあ匂いぐらいならまだ、匂いならね。そこまでバッと入ってないから。いやでも分かったらどうする、全部匂いで。そうですよね。ずっと疑っとかなきゃいけない。例えば香水のきつい女の人がいましたとか、うん、化粧のちょっと濃い女の人とかと一緒にいましたとかなった時に、はいはい、ちょっとだけついちゃったとか、うん、ちょっとだけ自分の体に香りがついちゃったとかってなった時に、うん、はい、あれそっか女の匂いするんだけどとかって、もうずっと疑っとかなきゃいけないよ。しんどいな、うん、知らなくていいこと、まあ、携帯見ると同じようなことかもしれない。そうだね、そうだね、うん、もう知らない方がいいこともいっぱい。淵上とかって、はい、彼氏います、で彼氏とかの前とかで、ちょっとなんか買い物行ってくるよとかって、うん、で携帯をロックとかせずに置いといて平気な人。いや、
絶対持っていくと思います。絶対持っていくと思う。見られたらまずい、やっぱり。いや、まずくはないですけど、うん、きっと、うん。でも、なんか嫌じゃないですか、そういう行為をされる。うん、嫌ですよ。うん、でも分かんないわけじゃないですか。されるかどうかは。その自分の中身を見られていいかどうかです。いや、何にもないのは、あ、何にもないけど。昔の思い出とかの写真とかで、ああ、でも見られたら、そうそう。ちょっとまずいよねっていうのはある。いや、ないけど、勘違いされるっていうことあるじゃないですか。なんですか、勘違いって。だから、LINE とかの文面とかで、うん。なんだろうな。生々しい話だな、これ。勘違いされるような LINE とかをするんですか？いや、しないですけど、うん、とにかく嫌ですね。いや、これさ、もう、うん、今、ほとんどの方が携帯を持ってらっしゃるわけじゃないですか。はい、はい。もう命がけですよね、あれね。命がけ。そうですね。うん、だって、まあ、そういう疑われることも入ってるけど、うん、自分の本当、個人情報とか、はい、お金に関することとかも入ってるから、うんうん、守らないといけないですよね、本当に。死守ですよね。死守しないといけないですよね。あの中身とかについては特にね。そうです、そうです。気をつけた方がいいです。気をつけた方が、ほんと。恐ろしい。もう考えただけで鳥肌が立つ。あとはですね、福山のカープバーヤさんからは、はい、以前職場の研修で美しいウォーキングの仕方というのを習いました、うん、私が実技で歩いていたら先生からふざけないで真面目に歩きなさいと怒られました、はい、私は至って真面目に歩いていたんですが、どうやら無意識のうちに手をパタパタとペンギンのように歩く癖があるようでした、うんうん、その日先生から厳しい指導を受け、なんとかよちよちペンギン歩きを卒業することができました。ああ、俺さ、うん、週末にベストオブミスっていうベストユニバースとかさ、はい、あのこうまとめて3つぐらいの大会が1つになってるっていうのを、ほうほうの広島大会見に行ったのよ。はい、県民文化センター、美の共演みたいな感じだよね、はい、でその未婚の方とミセスもあるから結婚されてる方、うん、で40代の部50代の部60代の部とかつって、でいろんなそのこの人はチャンピオンですみたいなのがこうやって、まあ、大会なんだよ。そうなんですね。でみんなでネットでさ、こうやってな何番がいいとかって入れて、その人が、はい、さあ優勝はダララダン6番みたいな、あれ見たけど、はい、今年俺何回か見に行ったんだけど、ウォーキングがみんなダメだなと思ったの。あ、なんとなく なんとなく、うんうん、ぎこちないなって思ったの、はい、でそれはみんなとんでもない高い靴を履いているからっていうことと ともに、はい、やっぱコロナで全体練習ができなかったって。そうなんだ、うんうんうん、やっぱなんか一言でも先生がこうしなさいって言ったら一気に変わるものなんですね。だからやっぱ自主トレで自分ですごいみんなやってたらしいのね。でダンスもあったりとかすんのよ、はいはい、そう即席でみんながグループ作ってダンス踊ったりとかみたいなこともあるんだけど、うんうん、なんかいつもと違うよねとかって思ったけど、やっぱ全部コロナで練習ができなかったからっていうのを後から聞いて、あ、やっぱだからか、それで変わるんですね、うんうん、いやでも本当になんかウォーキングを自分のものにして、はい、めちゃくちゃかっこよく歩く人ってすっごい羨ましい。あ、でもさ、その時に思う、あ、そうそう、でなんでそれを喋るかと思ったかっていうと、うん、一生懸命教えてもらった方で歩こうとする子よりも、もうできないから自分なりでいいやと思ってる子の方が生き生きしてんだよね。なるほどな、はいはい、自分のものにもう、うん、そうそうそう、もうあの一生懸命やってますが、うん、あのその型を何とかしようってしてる子はちょっとロボットっぽくなるのよ。なるほど。もうでも本番はそこと違って開き直って自分らしさっていうことをアピールするためにウォーキングしてんだもんねっていう、なんか割り切った子の方がすごい伸び伸び生き生きしてる気がして、はいはい、はあ、自分の歩き方で一人なんか、1位取った子か2位だった子かが鳥みたいに歩いてたから、ひら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 、もう全然ぐちゃぐちゃじゃんと思いながら、でもあ、魅力的と思ったよね。あ、そうなんだ。だから自分に自信がある子とかが出てるのかもしれないですね、うんうん、だからやっぱ考え方だよねとか思ったよね。うん、確かにあるじゃん、なんか初心忘るべからずって言って、いや、そろそろ初心から出てくんねえとさって思ってる子はいはいはい、いつまでも肩のまんまいる子はいはいはい、うん、出てこいやと思う時あるよね。破ってみたら新しい世界が見えるかもしれないですね、うん、そうですよ、飛んでいけるかもしれない。井川浩二主演夕方チャンスって映画で、脚本家丸山翔一さんが脚本に書いてるんですけど、あの本当の景色はレールを外れないと見えないよっつって、はい、うん、でも最初はレール走っとかないといけないから、ずっとレールから外れてる人がいるからそうですね。今週は鳥よ鳥たちよでお待ちしています。午前様様、
商品開発部。番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。センス抜群でちょっとおしゃれでトンチの効いた商品のネーミングを考えてもらうネタコーナー、ワッチュアネームです。ということで、リスナーの皆さんには新しい商品を考え出していただくのですが、はい、この商品はこういう商品ですよって言った後に、うん、この商品の名前はでオチをつけるというのがこのコーナーですけども、はい、バカバカしい新商品の数々が届いていますので、この時間も紹介させていただこうと思います。ラジオネーム勝太郎。忙しい年度末、うん、なかなかゆっくりお昼ご飯も食べられずに仕事をしていらっしゃる方も多いのかもしれません、はい、そんな皆さんに朗報です。アカデミー賞で助演女優賞も受賞したことのあるアンジェリーナ・ジョリーが映画の撮影の合間の栄養補給のために自分で準備して食べていたというおやつがこのほど販売されることになりました。気になる。食べやすくて、しかも少しお腹に入れておけば力も出るおやつ。実は日本食好きのアンジェリーナ・ジョリーが作ったというそのおやつの名前は、What's your name? アンイリーのゼリーアンイリーのゼリー。え、アンジェリーナ・ジョリーが出した、はい、商品っつうのはアンジェリーナ・ジョリーに引っ掛けなきゃいけないのかないや、やっぱね、作られたんですから、はい、アンイリーのゼリー美味しいのかな、うん、そこら辺に転がってそうだよね、そうですね、アンイリーのゼリーとかね普通にありそうまあカロリー低いんだろうな、なんだろう、このさ、はい、商品開発部にネタ出してくるリスナーってさ、はい、誰かがやって面白かったのをパクってくるみたいな二重構造に最近なってんだよね乗っかってくるみたいなね、乗っかってくんだよね確かに続きましてラジオネーム青人兄さん。日本を代表するバンドが日本を代表する料理を作って売り出しました。はい、その商品の名前は、 What's your name? 味噌ターシルドレンもう最悪、え、なんで残ったここまで、確かにふるいにかけられなかった、商品の説明も脆弱だしさネタは弱い、なんで残ったこれが。ミスターシルドレン。一行だぜ、商品。確かに。あの日本を代表するバンドが、日本を代表する料理を作って売り出した。その料理の名前は、味噌ターシルドレン。俺たちだから笑ってあげてんだよ。そうですね。ちょっと薄かったかもしれないです。うん、そうだね。もっとちょっと麹を効かせてもらわないと、はい、もうちょっと味噌、この味噌じゃダメだよね、そうですね、うん、もうちょっとしっかりしてほしいです、あ、青地兄さんちょっと具材を入れてください、できんですねそんなことはないですけどありがとうございます。続きまして、へさかのプリンセス。卒業祝いや入学祝いをあげようと思っている方におすすめです。はい、お札を入れ忘れたまま封をしてしまわないか、そんな時にはこの祝儀袋を使ってください、うん、お札を入れずに封をしようとすると、舘ひろしさんが広島弁で中身がないよと歌って教えてくれるご祝儀袋です、はい、その商品の名前は、 What's your name? 泣かないで、あ、泣かない、仲がないで、はいはい、え、今日はこういう日祝儀袋をね、はい、中入れ忘れて、私となることがあるじゃないですか、うんうんうん、で中入れてないのにちょっと祝儀袋に、はい、ピッて、うん、蓋した瞬間に舘ひろさんが泣かないでって教えてくれる、はあ、仲がないよって教えてくる、うん、ああ、なるほどなるほど、だったらもう少ないでとかもしよ、ね、確かにご祝儀がね俺自分の、俺あの実はちょっと初めて皆さんに言うんですけど、はい、俺結婚してるんですよ。そうなんですか、申し訳ないです、知れませんでした、はい、独身貴族を装ってましたけど、あららら、はい、大告白、結婚してしまったんですよ、はい、しかも二十数年前、
あらら、結構秘密に。その時に内藤くんっていう福岡の友達がくれた祝儀袋は本当に空でした。うん、え？ごめん、あのこっち来てパチンコで吸っちゃったって言われて、いやそんな話がないと思って、お前祝儀袋から出してパチンコじゃろうかと思ったんですよ。あ、でも仲良く今でもされてるんですね。そうですね、内藤くんでよく聞きます。俺の努力のおかげで仲良くそうですか。愉快な仲間です。あれは本当仲ないでだったです。そうですね、はい、じゃあこれ最後しましょうか。はい、ゆうとよし、はい、皆さん急な腹痛に襲われることはありますよね。そんな時にこの商品を服用していただいたら痛みが消え、気分が晴れやかになり、心も透き通ると思います、はい、とっても綺麗な女性をずっと見ていた時のような気持ちになれるはずです、うん、この商品はね、横山さんにもきっと気に入っていただけると思うんですよ。その服用をしていただいたら痛みが消え、気分が晴れやかになる薬の名前は、What's your name? セイロガンミ。はあ。セイロガンミ。セイロガン。ああ、なるほど。はい。今日はこんな日。え、よくないですか、セイロさんのようなセイロガンってことなのかな。ネタが小ぶりよね。すごいシワ超げて小ぶりみたいな感じ。そうですね、うん、セイロガンみたいな感じ、まさにそうだね、小ぶりな、はい、うん、まああれだよね、やっぱこうやってコーナーも長く続けてくるとやっぱこういう日もあるってことよね。まあそうです。だからもう本当、あの、まあ本当すいません、リスナーの皆さんにはちょっとウエスタンリーグ、はい、そうですね、あと故障者リストに載せられた人たちばっかりの商品。いやでもね、浮き沈みありますから、浮いてくる時もあれば、はいはい、いろいろありますよ。まあ3月ですからね、これね、うん、まあ、4月乗り越えられるかこのコーナーがっていうところになりますよね。いや乗り越えましょうよ、うん、まあ、淵上と友どもね、乗り越えられる。いや私は乗り越えますよ、もう余裕で。4月に新しい女子が入ってくる。そうですか。そうですそうです、うん、いや怖いです、ね、また淵上いじめるんだろうな。じゃいじめないですから。もう中堅です私も、怖い、ほんと怖い。ということで来週もセンス抜群でちょっとおしゃれでトンチの効いた商品のネーミングを考えて送ってください。締め切りは来週の番組スタートまでです。皆さんからのネタお待ちしています。午前様様、ではここで一曲です。今週は週末の土曜日が春分の日ということで春ソングをお送りしています。今日は1981年金棒化粧品春のキャンペーンの CM ソングに起用されヒットした一曲です。大好き。矢野明子さんで春先小紅。大好き。ではエンディングです、はい、今日は会議のテーマ鳥よ鳥よ鳥たちよで私淵上から問題を出しました、うん、問題が会社から家に帰る途中広島城のお堀のところで鳥を見かけ、あ、なんか嬉しいっていう気分になりました、はいはいはい、さてそれは一体なぜだったでしょうかというのが問題で、うん、正解はこの鳥が飛び立っていったんですが、はい、その時に、お堀の鯉と思われる魚をガッと爪で掴んで、うん、バーッと天空へと持って行っていたとい う、うんうんうん、あそこに猛禽類みたいな強いのいないと思うんだけどな。いや、いるんじゃないですかね。うん、うん、本当だって。まあただね、はい、そのトリガーもその食料難だった可能性がありますもんね。そうそうですね、うん、だからもう背に腹変えられないからもう必死こいて魚を捕まえたけど、やっぱ途中で腕が疲れて捕まえたけど、はい、もうやっぱ重たいなと思って、やっぱリスナーの駐車場にその魚を離してしまって、そこのリスナーの駐車場から魚の頭蓋骨が発見されたという、 いうことですよね。そういうつながりでしたね、うんうん、今日は、はい、いやーちょっと悲しいなと思って。悲しい出来事でしたね。それを見て喜んだ私も悲しいな。そうですね、良くなかったなと思いました。はい、はい、ということで午前様様クリアファイルの発表です、はい、ラジオネーム地午前の仙人さん、ケンケンさん、毎日晩酌さんにプレゼント、はい、そして日本行動の気分に合わせて選べる4つの香りのお香ルーミークリーン&リラックスをラジオネーム水木さんにプレゼントします。はい、それぞれおめでとうございます。おめでとうございます。三好の谷、はい、あのね、私の家では3月の14日日曜日のホワイトデーの日に、はい、保育所に通う5歳の息子が両思いの女の子にホワイトデーのお返しをしに行きました。おバレンタインデーのね、うん、で9歳の娘
には近所の同級生の男の子がホワイトデーを届けてくれました。あら、なぜかホワイトデーってバレンタインデーほど盛り上がりませんよねという。ホワイトデーって、うん、俺よく分かってないんだけど、はい、お返しをする日なんじゃないの？それともホワイトデー、バレンタインデーは女の子が男性に、はい、その告白していい日じゃん。そうですね。ホワイトデーはそのお返しをする日みたいなイメージがあるんだよね。そうです。告白をするんじゃなくて。はい。ああ、うん、そうですね。ね、女の子はノーガードでさ、はい、誰でもいけるけど、男の子はもらった人は返さなきゃいけないけど、好きな女の子にあげていい人っていうイメージがあんまないんだよね。確かに。うん。そうなればいいのに。ね、そっちの方を強めに押していったら、はい、多分ホワイトデーも盛り上がるんだろうね。盛り上がりますね。うん、キャーキャーってなりますよね。女性たちもちょっとなんかワクワクウキウキみたいな、ね、うん、俺もなんかマシュマロのふりして白子とかいっぱいもすげえよかった高級品だわこれみたいな家で食べるんですか量冷凍みたいなやついや。あとはねふくふくママから、はい、先週の放送で東日本大震災から10年経った今の生の声を伝えていただきありがとうございました、はい、西日本豪雨の時は広島のね、うん、私は自衛隊のお風呂を利用させてもらいました、うん、よくニュースでは見ていましたがまさか自分が自衛隊のお風呂にお世話になる日が来るなんて思っていませんでした、はい、当たり前が当たり前じゃない、皆さんが一番新しい自分と今日一日楽しく過ごせますように今日もよろしくお願いします、このメッセージいただきました。ありがとうございます。こんないいメッセージが来てるとともにね、馬様から情報が入ってきて、はい、横山さんは犬は人間の5倍鼻が強いと言っていましたが、うん、書物によっては1億倍と書かれているものもあります、そしてアフリカゾウは犬の2倍って書いてる、はい、アフリカゾウ2万億ってこと、すごいすごいね、辛そう。こんばんは、爆笑問題カーボーイ、ありがとうございました。太田この野郎。